イエーイ。マイクチェック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 。来た来た。来たかな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 。来てないぞ。なんかチャンネル登録お願いします。マイクチェック。あれ？音声聞こえてますでしょうか？聞こえてますでしょうか？イエーイイエーイ。音声いい感じ。よーし、じゃあ行ってみましょうかね。はい、金曜8時はブラックホール、はい、変身ね。変身どうやんの、どうやんの、なんかこ覚えらんない。これ2号でしょ。あ、そう、これ2号わかんない、ダメ。一応風が吹けばいいんでしょ。はい、ダメですという、もうなんか全然仮面ライダー世代じゃないのことからもお分かりのようにですね、はい、この仮面ライダー弱者が3人揃ってお送りします、新仮面ライダーレッツゴー徹底批評ということでブラックホールをお送りしてまいりますけれども、はい、ね、うん、これさ、なんかあれだったよね、はい、告知がさ、うん、あの我々完全にショッカー側だったよね。え、本当ですか。そう、悪の軍団が挑むって書いてある。地獄の軍団、地獄の軍団、ショッカーかよと思って。そんなこと書いてあったのかでも今回のショッカーは地獄の軍団じゃないんでしょ。そうなんですよね。まあまあその辺のおいおい話していくから。おいおい、はい、ね、よしきオーグですはい、はい、私は今日は虫、虫オーグ、虫オーグ、虫です。いろいろね、なるほど。あれちょっとね、あれこれさ、雑だよねいや、バッターって言ったっていろいろあるんだろうとか思って。まあ確かに、まあ、まあ、トノサマバッターと、まあ、といえばトノサマバッターと言われてますけどさ、うん、米付きバッターとかあります、ね、かまど馬とかもね。米付きバッターは格好悪い、ね、そうそう、いや、まだバッターはいいんだけど、はい、やっぱ蝶具ってよりさ、蝶ってなんだよと思って気になってしょうがなかったんです何蝶なんだ、何蝶だって。アゲハ蝶じゃないの、あれ。アゲハかな。やっぱりこう、ここのくるくる巻いたやつをブスって刺してチュー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 中を全部吸ったりするんですよなんかくるっとしてましたからね、うんなんかね、うん、そういうことではないでしょうか。まあまあ、あの、まあでもおいおいね、話していきたいと思いますけど、はい、先に僕はちょっと今日自分の立場を明確にしておきたいので、うん、一言申し添えておきますが、はい、まあ、今回この新仮面ライダーを見てからですね、はい、僕は後追いで U-NEXT で仮面ライダー2は見て、うん、それからまあ一年の森章太郎の原作漫画も、うん、まあ、あの、ある程度1巻ぐらい読んで、うん、3巻ぐらいしかないんでね、うん、3巻ぐらいです、結構短いです、ね、1巻を読んだんですけども、うん、あの、ちなみに私はですね、あの、世代的には結構世代なんですけども、はい、仮面ライダー一切通っておりません。なんと、なんと、はい、全然、だって親が見せてくれないから、見せてもらえなかった、見せてもらえなかったからね、うん、で、だから全然一切通ってないし、うん、あのエヴァンゲリオンのこともさっぱりわからないエヴァのことも、はい、だから日本のサブカルチャーに超疎い外国人が来た。マイク大丈夫、はい、これが小さいってエヴァね、うん、あの、だから、まあ、日本のサブカルチャーに疎い海外の人が来たという体で見ていただければ、はい、いいかと思います。あ、スパちゃんもありがとうございます。はい、柳下さんはどうですか、ライダー。ライダーはですね、いや、僕も全然とはないんですよ。もちろん、あの、私は日本人だったんで知ってますけど、はい、僕は多分安野さんと同い年かな、はあはあはあ、同じ学年だと思うんで、まあ、ひょっとしたらどっちかが早生まれとかでちょっと違うかもしれないですけど、まあ、多分同じ学年だと思うんで、はあ、で仮面ライダー1号っていうか、仮面ライダーの時って72年、うん、とかそんなもんですね。72年とかですか。72年とかですよね、うんうん、そうだから、うん、71年から1年かな、始まったのが71年、はい、だから、小学校の、2年生か3年生ぐらいだと思うんですよね、はい、63年生まれなんで、うんうん、で、その3年生になるともうこんな子供魂のものは見られるかと思ってまあでもそういう年頃ってありますからね、うん、そうそうそう、はい、いや、だから、まあ、だから前も言ったけど、まあ、ウルトラマン、ウルトラセブンは、うん、ガチで見てたわけですよ。ウルトラ Q から、はいはい、でガチで、Q からガチで見てた。Q からガチでした、はい、うん、それは、まあ、Q はもちろん、生のじゃなくて、あと再放送で、うん、再放送で見た、はい、ですけど、あの、だからウルトラシリーズは、まあ、それなりにその世代的なあれはあるんですけど、うんうん、仮面ライダーに関してはその、まあ、みんなライダーごっこをやっていたという記憶しかない、はい、周りのやつはやってて、うんうん、まあ、僕もそういう感じです。そうそう、まあ、ライダーごっこって言って、まあ、その石垣から飛び降りて怪我をするという、うん、そうそう、それで問題になったんですよね、これね、社会問題になったんですね、うん、あとね、あと基本的にライダーごっこって嫌いだったんでね、うん、あれいじめじゃん、うん、いじめじゃんっていうのは何でかっていうと、ライダーになれるやつ一人しかいないんだよ。まあそうですよね、うん、であとはみんな初期の戦闘員とか、あの、怪人とかになってキックされるだけなんで、まあね、そうで、大体ガキ大将が、そうそう、ガキ大将が、あ、じゃあ俺ライダーなんだ、ライダーっていうので、割とね、嫌なゲーム、嫌な遊びだったっていう風に記憶してますね。僕は逆に今回その仮面ライダー後追いで見て、うん、はい、
本当に当時の PTA みたいなことを言うようですが、うん、あまりのバイオレントさに衝撃を受けてですねこれを毎週子供が見てたのかっていうねあの今改めて見るとそういう考えも覚えたりするのです、ね、はい。いろいろあるんですけど、まあ、今回その、まあ、これ、まあ、でもそんなんだったんで、うん、去年ライダーとかはあんま思い入れはなかったないんですけど、うん、まあ、今回あの見直してみまして、うん、まあ、これを見るにあたってみんなで見直して、ねうん、最初の、まあ、もちろん全部は見てない、うん、あの最初の10話ぐらい見たんですけど、はい、意外と面白いなと思って、意外と楽しかったですね、昔のライダーで、昔のライダーは楽しいなっていうのが、うん、まあ、感想、うん、はい、うん、今度のは、うん、どうかなみたいな感じかな。まあ、うん、そうですね。僕なんかは73年生まれですから、うん、なんやかんやで最初の仮面ライダーシリーズって物心つく前に終わってるんですよ、うん、まあそうですよね。仮面ライダーストロンガーとかはもう多分あの最後だと思うんですけど、うんうん、だからその後再放送とかで見てね、うんうん、だけど再放送だってそんなに見たい時にやってくんないじゃないですか、はいはい、今の U-NEXT みたいには、うんうん、僕の世代とか73年生まれ組とかだと一回全部終わってんですよ、生まれた時に、うん、あ、ウルトラマンも仮面ライダーも、そうそうそう、なるほど。ほんでまあ80年代頭から、うん、そろそろまた再始動するんだけど、はいはい、いろんなものが再始動し始めたことですね。やったぜって言って、ザ・ウルトラマンがあって、ザ・ウルトラマン、ウルトラマン80がありつつ、あの新仮面ライダーね、今回の、はいはい、スカイライダーってやつですね、うんうん、あと仮面ライダースーパーワンとかね、うんうん、あとはあのゴジラですよね、84年、うんうん、84年ね、ついに来た、俺のやつが来たと思って、ね、毎回かじりついて見るんだけど、なんかっていう飢餓感がね、やっぱあったりする、常に、うん、ね、あら、なんかね、そういう憧れはあるんだけど、うん、なんかね、そうやってこう満を持してお出しされたものがいつも何か違うっていう、うんうん、見果てぬ夢を見てきた気がするな、なんかっていう、うん、で考えてみると今回の新仮面ライダーというのもその範疇なのではないかという気がしますけどね、うんうん、ね、うん、いや、僕なんかもう2回見ちゃった。2回も見たん？2回もっていうことない。2回、いやいや、いいこと、2回としひろみたいな感じで、2回、マジかよ、2度見しちゃっても、ええ、いや、なんか一発見てですよ、うん、難しい映画だなこれと思って、うんうん、難しいっていうのはその難解という意味ではなく、これどう捉えていいものかと思って、はい、仕方ないからもう1回見てですね、なんと、ね、えでその合間合間にずっとあれですよ、仮面ライダー見てですよ、あのテレビシリーズ、うんうんうん、漫画も読んでるんですよ。ここ2週間ぐらい僕仮面ライダーのこと仮面ライダー付けだった頭がおかしくなってますよ。しかもやっぱりそうっすね、最初のテレビシリーズっていうのはなんていうか、あれずっと続けてみてるとだんだんちょっと気狂ってきますね。っていうことですけどね、うん、そうだからなんか今日、はい、その2号が出るとこ見ないとダメだろうと思って、はいはいはい、2号が最初に出る回っていうのを見たんですよ、うん、でメキシコのサボテンゲルゲみたいなのが出てるやつなんですけど、それ見てたらなんか話の途中まで何の説明もなく、はいはい、主人公不在のままずっと進んでって、はいはい、結構終わりの方になってから本郷くんは今海外に行ってって言って話が出てきて怪我しちゃったからね、そう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 、それだってすごい長いこと降板して、はいはいはい、降板してたんでしょ、だけど、はいはいはい、そう、それで結構なんていうの、そのなんかもうちょっとその最初に言い訳っていうか説明があって始まるのかと思ったら、うん、あ、そうでもないんだなと思って、これ当時とかその子供がね見てたらなんて思うのかなとかちょっと思ったりした、うん、だからそこは今回の仮面ライダー新仮面ライダーの全然親切じゃない、まあ、だからさ、うん、その今見直すとそういうふうに感じるんだけど、うん、当時は本当になんかやってる、毎回出てくるから毎回出てきて、はい、うん、毎回仮面ライダーがキックして倒すものがいいわけじゃん、はいはい、そうですよね、だから全然多分その普通に OK だったのか、普通に OK だったのどうな、あの、うん、怪我してうんぬんとかいう話ももちろんニュースに流れてたから、うん、みんな知ってたとは思うんだけど、うんうん、確かにね、うんうんうん、なんかただ今になってあの気が狂いそうになりながら1日5話とか6話とか見てて、うん、途中でもう気が遠くなって、うん、って失神するんですけどなんかあの頃っていうのはやっぱあれですか、映画の人がテレビに流れてきていたような頃合い、最初はそうですよね、東映も、うん、まだやっぱ映画の人は撮ってるなっていう感じはありますよね、うんうん、まあ、めちゃくちゃ暗いですよ絵作り ね影が多くてね、うんうん、でまあほらやっぱお金がやっぱなかったんですかね、当然ね、まあ当然、うん、あでも今から見たら結構お金使ってるかもしれない、あなるほど、逆にまあね、うん、まあね、
いや今回本当にその新仮面ライダー見て、まあ、これは金がないからじゃないと思うんでしょうけど、うん、あまりに人がいないんで、うん、映画仮面の中に、うんはいはい、全然人がいない出てこないじゃないですか、はい、だから貧乏じゃないと思うんですけどまあ貧乏なのかな、まあ、貧乏は貧乏だと思うんだけど、うん、そういう形の貧乏さとはちょっと違うぐらいの昔の方がなんかこう、うん、お金はないと思うんだけど、はいはい、あのなんか楽しそうに使ってるよね楽しそうに、うん、確かにね、うん、確かにねあとはやっぱりなんか茶色っぽいなとかね埃っぽいなとかね思いながらね旧シリーズをずっと見てねいますけどねいやねどうしたものかな今日はっていうところですけどもねでまあでもほら私個人的にはここのブラックホールでですね、はい、この新仮面ライダーおよびその庵野秀明監督作品の話をするっていうのはこれは一つ非常に意義があることだとは思っておりまして、はいうん、あのこういう話っていうのはこの手の作品っていうのは、まあ、そのありやなしやっていう単純な話になりがちかなという、うんはいはいはい、あの人が国評みたいな、はい、そういうことではなくですよ、うんうん、どうしてこうなるのかなっていうことそこがだから僕が二度見したのはそういうとこもあるんですなるほどなんだろうそう柳瀬さんが言われたそのお金の問題とか、うん、その日本映画しかもこういうジャンル映画でありエンタメ超大作ではあるわけじゃないですか、うん、国としては、はいはいうん、それの今第一人者というかトップランナーではあるわけでしょう、うん、ただそういう監督が毎回やっぱりそのお金のことで苦労してるなとかと思いつつ、うん、ただやっぱり二度見とかしてるとこれお金だけじゃないなってやっぱさっきの話、うんうん、っていうこともねちょっとその辺をね、うん、どういうことなのかなっていうそれはまあ そこに関しては、まあ、僕の考えだと、うんつまりその庵野さんの作家性というかやりたいことっていうのがそのお金がない美学っていうかさ何もない美学とその作家性が多分あの合ってんだと思うんですよだからその貧乏でもそれなりにこうかっこつけられるとも言えるし同時にその全くその人がいない画面とか工場でロケとかいうのでまあ、あるいはその、まあ、今回は、まあ、オマージュなのか何だか知りませんけどそのダムとか、はい工事現場とか、ねうんうん、山を切り崩した場所とかそういうところで、うんアクションをするみたいなそういうその貧乏さと、まあ、うまくその本人の資質があって、はい、あっちゃってだからその貧乏なりにの映画貧乏な人映画まあだからそこに整合性があるってことですよねそう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 なんかダムのやつとかもだって元のやつ見たら同じなんですよ、うんうんうん、超ダムで同じだと思って、はいはいはい、で最初見た時は知らなかったから、うん、そういうことかと思ってあそこじゃんとそうそうで、まあ、そうですよね、まあ、でもそういうことかと思うだけなんだけどね、うん、だからその、うん、まあ原点再現路線っていうのは、ね、今日最初にやろうと思ってたんだよ、うん開封動画だ開封動画後でやる開封動画僕なんか雲じゃないなコウモリのおじさんとか出てきました、ね、サイン入りもあるらしいですマジかい、うん、サイン入りなんてある開封してさ、うん、開封してあのじゃあ終わりって開封、ね、で最初正直まあその映画を見た時のちょっと開けますよ、はい、何が入ってるんだ印象的にはそんな感じだったね開けて、はい、何が入ってるかな何が入ってるんだ何が入ってるの何が入ってるのウルトラマンじゃないですかウルトラマンじゃないですかこれはコウモリのおじさんと蜂のお姉さんじゃん蜂のお姉さんこれ結構いいやつですよコウモリオーグと蜂オーグ、はい、コウモリのおじさんと蜂のお姉さんだったら結構いいんじゃないですかマジかい僕的には当たりです、ね、当たりなるほど、ね、まあね仮面ライダー出るよりはいいよねこのがねそうかそうでだそうですよなんか、ね、でもサイン入りだと、ね、7000円ぐらいで売れるマジかいマジだメルカリで、そんなのあるのえ全員のサインが入ってるのいやだからその役者のあいやいやだからその庵野さんだけじゃなくて他の人もみんなサインしてるってことなんですか。なんかあれでしょ、クモオーグとか書いてないでしょ。蜂オーグとかサインしてあるらしい。マジかい、うん。その本人がしてる体なんだ。っぽいです。なるほど。ねね、コウモリ字書けんのかよとか、ね、そういう感じ。コウモリあ手なんかね。ねあうん、ということでねちょっとだから、まあ、あの皆さんからの お便りも紹介しながら、はい、ちょっと放っていきたいなという気がね、うんまあ、とにかくお便りとにかくお便り多いんで160とか70とかそれはもうね、うん、あもうできる限り、うん
読んでいきたいね、うん、はい、はい、いきますか、お便り、はい、はい、じゃあお便り、お便りコーナーすごい3、はい、3から、うん、3からね、はい、ロッシーさん、新トリロジーの中で一番好きな映画、うんうんうん、3作の中で唯一ドラマチックな作品だったからと、どう考えても3作中でリアルに落としきるのが一番難しいライダーを新語のようなリアルシミュレーション風にするのかと心配しましたが、そうではなかったことが私にとって嬉しい裏切りでした。開幕から仮面ライダーを大真面目に名乗っていくスタンスが示されることで作品の見方がすぐに分かるし、設定面でも怒涛の説明台詞は健在ですが、今回はプラーナさえ聞き取っておけば理解できずとも納得した気になれる親切設計だと思いました。個人的に苦手な庵野さんの台詞回しも新ウでは、不快ですらありましたが、今回は社会性や時代性を排したほぼ異世界のような舞台になったことで、うん、初めてあのワードセンスがフィットした感があり楽しく聞けましたし、新ウでは苦痛ですらあったキャラの感情表現の違和感などもあまり感じず、テンポは早いですがちゃんと登場人物の感情を追いかける形でドラマが展開していて感激しました。特に本郷猛のキャラクターの貫きっぷりが本当に良かったです。今作の本郷はすぐに降伏するし撤退するし、ヒーローとしては全然かっこよくないけど人間としては普通はまずそうなるはずだよねと頷けました。殺したくないという信念が単なるポーズではない、雰囲気だけで描かれている、描かれていない偽物っぽくない優しさを、久々にヒーローに対して感じた気がします。うん、うん、なるほどね、はい、もう一度言ってみようかな、はい、橋さん、新仮面ライダー個人的にはとても好きな作品ですと、庵野さんの作る仮面ライダーに期待した通りのものをきっちり見せてくれた気がします。情報をシャットアウトしていったので前作のように若い人にも馴染みのあるアーティストを主題歌に起用するかと思っていたら、その方向ではなく今回はこれを流さないとダメなんだという3曲に込められた強いリスペクトに心打たれました。特にロンリー仮面ライダーは、キャラクターの本質が凝縮された名曲中の名曲だと思いますが、ラストにこれを聞いても何の違和感も覚えず、ああちゃんとそういう話になっていたなと思えたことが一特撮ファンとしては幸せなことだと思いました。自分はブラック世代で、遡って昭和ライダーをおさらいしてリブート1作目のクーガで平成ライダーにドハマりしたものの、ここ数年はちゃんと終えていないぐらいのライダー弱者でも、強者でもない中途半端な立場ですが、現行のテレビシリーズはすっかりスポンサーのおもちゃ会社に支配され、劇中でどれだけ新しい変身アイテムを登場させるかに大半の時間が割かれてしまい、マーチャンダイズと切り離して丁寧に話を作ることが年々難しくなっている状況なので、そこから解き放たれて不特定多数の人が楽しく見られて、なおかつ仮面ライダーらしい仮面ライダーを作ってくれたことに感謝の思いでいっぱいですと。なるほどね、うん、あのそうね、これ言うと怒られるかな。え、僕あの割とそのほらマーベルも僕あのポスクレ見ないじゃないですか、はいはい、で仮面ライダーもあのちょっとトイレ行きたかったと思って出ちゃったんで、うん、エンドロールで曲が流れたの知らなかったんですよね。あとで聞いてあそれ、はいはいはい、それはすごいなんか上がりポイントを逃してしまったなと思って、はい、今度もっぺん見に行ってきます、はい、まあでもな、うん、確かにな、最後に3曲流すの僕それはそれで、まあ、もちろんそうかと思って、うん、まあこれが流れないとねと思って、うんうん、まあ確かにあのサムライミのスパイダーマンだって一番最後にね、うん、あの昔のテレビシリーズのスパイダーマンっていうのが流れてましたから、はいはい、そういうのは、うん、まあもちろんでもなぁと思って何なんでしょうか、なんか最初に流さないのはなんでなんだろうね、やっぱかっこ悪いと思ってるの。いやでもほらいいところで歌なしで、テキ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 流れるよね、結構いいところで鳴るでしょ、流れるよね。でもそれその後の始まんないから、あそこなんかすごい寸止めみたいだったよね、セーマーが来ないみたいな、まず歌っちゃう、そうそう待ってんのずっとそこで回っちゃうからっていう、面白かったね。なんかな、いやどうなんでしょうか、これもしかしたらどなたかもねお便りにあるかもしれないんですけど、その音楽毎回毎回この新シリーズに関してはどうしてそのなんだろうな、その往年の、サウンドトラックをそのまま聴かせるっていうのが僕どうしてもノイズになっちゃうっていうか、そうか、あ本当なんかね、うん、画面と音が、はい、なんていうんですかね、
まあ、ミスマッチはミスマッチでいいんでしょうけど、うん、そこまでのミスマッチにもなってないというか、あのでもほら、なんかな、ティム・バートンのバットマン来た時に、うん、こうやっぱアダム・ウエストのバットマンのテーマがかかるもんだと思ってたから、はいはいはい、うん、かかんないで終わったみたいなことはあった、うん、まあね、うん、でもほら、でもそ、まあでも言ってしまえば劇中で、例えばティム・バートンのバットマンの劇中で、うん、いいところでディン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 って始まるみたいなもんですよ、うん、いや、うん、それあったらいいなってその時思ってたんですよ、まあね、なんか俺、いやでもありじゃない、うん、そうなのか、いやいや、てか少なくともジョーカーというかジャック・ニコルソンの出てくるシーンがあー、まあね、ありなんじゃないかな、うん、まあ、だそれ使い方だとは思うんですけど、ね、やり方次第かもしれないね、毎度いつもなんか画質、絵と音、メロディー音質がいつも合ってないような気がして、すごくなんかなと思って気が散っちゃうんですよね、なんかね、まあ、それは僕だけなのかもしれませんがねあでも本当、はい、あの後で言い忘れるとあれだから、はい、ちょっとすごいこれ素で思ったことなんですけど、うん、ちょっと言っていいですか、はい、なんか僕あのシン・ゴジラは、うん、よくわかんない、このシンってカタカナで書いてるのは新しいって意味じゃないんですか、わかんないですけど、いろんな意味があるんじゃない、でもまあシンって新しいってことだと僕は思ってたんですけど、まあ、うん、でシン・ゴジラは確かにそのなんだろう、あの今までのゴジラと設定も違うし、うん、なんか新しいことあったと思うんですよ、はい、で、まあ、今までのゴジラと違うものを作るっていうことあったと思うんですけど、はい、ウルトラマンと仮面ライダーは、うん、逆じゃないですか、うん、だからいいところにそうそう、だから気をつけましたね、新じゃないのじゃないのかなって思ってるんですけど、どうでしょうか、オールドオールドウルトラマンで、はい、オールドウルトラマン、そうそう、だから旧ウルトラマン、旧仮面ライダーっていう、まあ、そうそう、まあ、完全にまあオマージュというかリメイク、リブート、うんうん、リブート、うん、なんですかね、リブートです、カバーバージョンみたいなね、まあカバーバージョンっていうのかな、うん、まあね、保守本流ですよね、うん、どっちかっちゅうとね、うん、特に仮面ライダーは本当にそんな気がしましたね、うん、なんかね、いやねえそうそう、まあだからなんかその、そういう昔の特撮ものを、うん、まあ、今、リバイズして出すっていうことで新なんだと思うんですけど、うんうん、まあ、それは当然その新しくする部分と、うん、まあ、旧作を踏襲したい、うん、はい、特に、まあ、あのさんは、うん、あの人は踏襲魔、踏襲魔だから、まあ、あの真のオタクだからね、あの人はね、うん、なんで、そのバランスっていうのがあって、まあ、明らかにその、まあ、ウルトラマンと今回仮面ライダーに関しては、うん、まあ、その踏襲、前例踏襲の方に、うんうん、あの軸足を置いてる感はあるよね、まあ、そうですね、うん、確かにね、はい、もうでも今回もこの間のウルトラマンに続いて、今回もやっぱりそのなんていうんですか、テレビシリーズのある種ダイジェスト的な作りではありますよね、お話のその構成の仕方というか、まあなんかで、ある程度あの今回も仮面ライダー1号があれでしょ、一応退場するとこまでやっちゃうわけでしょ、はいはい、で前回のシン・ウルトラマンといい、なんか毎回やっぱりこのこれっきりみたいな勝負をしなきゃいけないのはなんでなんだろうなと思ってね、うん、なんかね、シリーズ作りたくないんじゃないの、 あとほらゴジラはもともと映画だけどさ、うん、ウルトラマンと仮面ライダー、まあ、テレビだからっていうことでの、ね、まあそこの問題で、そのテレビの方にすごく寄せたい気持ちがあることで、うん、そういう構造にせざるを得ないっていうことなんじゃないのかなって理解しますけどね、まあ、そのシン・ウルトラマンの時にも、うん、あれテレビシリーズっていうかネットフリとかで13話とかでやればいいのねっていう話はしたと思うんですけど、うん、はい、まあ、今回もっと、うん、あのテレビシリーズでやればいいのにねっていう感じでしたね、うん、しましたよね、うん、なんかね、あの映画っていう形が、うん、逆に足かせになってはしないかなという気はして、うん、ね、早田さんのスパチャ、はい、これだけは新〇〇にしてほしくないって映画はありますか、僕は新ガメラです、僕は今すごいそれで危惧してるのは新めまいですよね、新めまい、新めまい、ロバート・ダウニー・ジュニア主演で、ロバート・ダウニー・ジュニア主演で、でロバート・ダウニー・ジュニアはどうでもよくてキム・ノバクは誰がやるのかということじゃないでしょうか、あれに関して言えば新めまい、新めまい、まあ、ちょっと怖くて震えておりますが新サイコってやってるねそうそう、新サイコありましたか、新サイコ、新サイコあれカバーバージョンなんで、カバーバージョン、はい、ね、ね、うん、さて、サイコ、まだまだお便りが、はい、はい、ネバースレンダーさん、50代半ばライダー第一世代、方法、一言で言うなら大絶賛、初見の印象は芳しくなく、むしろ困惑が先に立ってしまったんですが、2回目に鑑賞した際にはストーリーやセリフが嘘のようにスイスイ頭に入ってきて、何度か落雷するほどに感情を刺激されました。
これほどまでに2回の鑑賞で印象が変わる映画は過去に例がなく、おそらく秘密主義の宣伝のおかげで膨れ上がった期待と妄想が鑑賞時に相当なノイズになっていたのだと思います。交換よく言われる庵野氏のオタク趣味の暴走に関しては、確かにマニア的に楽しめる小ネタは随所に見られるものの、それらが、ストーリーの理解を助けるものまたは阻害するものではないので、個人的には全く気になりませんでした。ストーリーや CG のクオリティなどに疑問点は多々あるものの、それを補ってあまりあるカットごとの絵力はさすがというほかなく、また役者陣も各々のキャリアのターニングポイントとなりうる公演だったと思います。あなたを信頼してあなたに託すというセリフには新三部作に共通するテーマ性を感じました。総括すると少々壊れ気味だが独自の世界観を持ち抗いがたい魅力を放つ、観客の困惑ははっきり分かれるという、まさにカルトムービーの要件にがっちり当てはまる作品と思います。シン・ウルトラマンはお祭り映画として一時的に消費され尽くして消えるかもしれませんが、シン・ライダーはカルト的に支持されて30年後にも若いファンを獲得するのではないか、そんな力を感じる傑作だと思いますというね。うん、カットごとの絵力という話は分かります。分かる、予告とかね見てるとね、はいはい、おいいんじゃないのって思ったですよ。なんか静止画が、まあそうですね、うん、静止画のまあ構図をガチガチに決めた静止画ですよね。はいはいはい、分かるんですよそれは。ただね、それがじゃあ映画として一つ流れで見た時にっていうとこはありますけどね、うん、確かにね。いやね、これね、まあ、本当その、はい、どっから話をすればいいのかっていうのは、その今日はね、今日はね、はい、難しいところで、はい、まあ、いろいろ言いたいことはいろいろある、あるんですよ、はい、あるんですけど、でそのさっきホークが言ってたみたいに、はい、あの言い悪いっていう話にはあんまりしたくなくて、うん、はいはい、言い悪いっていう話をしたら、うん、それはね一言で終わっちゃうんで、うん、まあ、それはあんまりしたくないじゃないですか、はい、でその、まあ、俺がすごい見てて気になったっていうのは、その庵野さんの特殊性というか、うん、まあ、本質というかっていうのと、うん、庵野さんがやりたいと思っていることは何なのかっていうのと、うんうん、それがあのあそれが果たしてエンターテインメントとして何か理由があってやってるのか、単に庵野さんのフェティッシュなのか、はあはあはあ、例えばあの変な英語があるじゃないですか、はいはい、あれはフェティッシュでしょ、いや多分、うん、と思うんだけど、いや僕はそこは、うん、ちょっとそれは僕も気になってたところなんですけど、うん、でもウルトラマン、まあ、ゴジラもあったじゃないですか、うん、で今回もあるじゃないですか、うん、で僕はそこになんだろうな、何かしらの逆にコンプレックス的なものが何かあるのかなっていうことを考えてたんですけど、それを、ちょっと家で話したら、うん、それがあったのは多分それの元になっている昭和のゴジラとか、はい、昭和のウルトラマンとか仮面ライダーの時に、うん、あ作り手にはそういう部分があったかもしれないけども、それをだからその何ていうのカバーする過程の中で、うん、なんかそういうそのだからなんかすごい昭和感っていうか、うんうん、みたいなこととしてやって。っていう形で残ってるだけなんじゃないかって聞いて、あそれはそういうこともあるのかなみたいなことも思ったんですけど、いや、まあ、それは多分そうじゃなくて、うん、あれはその一種、まあ、だからだってその昔のだからあれでしょ、うん、その東方特撮に必ず出てくる、はいはいはい、そのニック・アダムスとか、ニック・アダムスとか ね、うんうん、だっていうことなんで、シン・ゴジラの時はそうなのかなと思ったんですよ、うんうん、あれは X 星人なのかなと思ったんですけど、うんうん、あの人はね、うん、だから今回まで見てくるとこれはなんかフェティッシュなのかな、なるほど、うん、逆にね、うん、そう、うん、私はそのタスクをみたいなどうしたおいって思いますもんね、ギャグなのかどうなのか、ギャグなのか何なのか、うん、そのどこがフェティッシュであり、うん、どこがそのエンターテインメントとしてやっているのか、うん、そしてどこがそのエンターテインメントじゃなく、その本質としてこれはやらざるを得ないんだってやってるのかっていうのが、うん、まあ切り分けがまあ、とても難しいというか、まあ、俺もそんなによくわからない、はい、うんうん、で一つ一つそのことを考えてこれはどうなのかね、例えばそのさっき言った例えば画面はどうなんでしょうみたいなことはいろいろ思って、はい、でその画面の構成構図をがっちり決めてくる、うんうんうん、はい、それはもちろんいいし、まあ、多分得意なところですよね、はいはい、アニメ監督としてもやっぱりそれは得意だったりする、うんうん、でも逆にそれがあまりにもこう静止画みたいな絵になってしまって、そっちに引きずられているせいで、うん、本当にまあ動きがないというかカットとカットがつながらないみたいな、うん、その固定した画面の力はいいんで、それはエヴァンゲリオンとかの時に
もう思ったことなんですけど、うん、固定した画面の力はいいんだけど、これ全然その映画として見ると、うん、あの本当に絵コンテ画を見てるみたいな感じになって、そうだからさ冒頭のなんか山小屋みたいなところで喋ってるところでも僕見てて、これ編集点が全然ないなと思ったんですよ。編集点っていうのはやっぱりこう首はちょっとどっちか向くとか、目線が動くとか、あと立ち上がるとか座るとか歩き回るとか何でもいいんですけども、何らかのアクションを使って映画っていうのは編集して繋いでいくんだけども、それがないまま、まあ、単に切り返してる、つまりその単に引いたり言ったりするね、はいはい、うん、で編集によってその何ですか、うん、動きが生まれていく、動きの流れが生まれていくっていうことがないわけですよ、うんうん、ないんで、であのなんか説明っぽいとく見えるところって全部そうなってたと思うわけ、うんうん、でだからそことアクションを完全に分けてるのかなと、そういう作りの映画なんだと思って見てたら、うん、最後は戦闘しながらすごく難しいことをいろいろ喋るってことになってたんで、そういう切り分けでもないんだなっていう、なんかちょっとそこも謎っていうか、なんか不思議に感じましたね。そう、不思議だよなっていうのは、うん、まあ、他にもあって、うん、いわゆるなんていうんですか、これはだからそのすごい土正面、うん、顔面のドアップ、土正面とか、あとちょっと俯瞰でこの辺からと、はいはい、こういう絵があるでしょ、はい、こういう絵、得意ですね。そうそうそう、でそれがすごく多用されるんだけれども、うんうんうん、何なんだろうな。で確かにその、71年仮面ライダーとか見てると、うん、そういう絵もまあある、うん、あるいはその、うん、まあね、厳密には違うのかもしれないけど、実相寺や秋尾演出のウルトラセブンとか見てもこういう絵が結構出てきた、はい、実相寺というね、うん、なんだけれども、それってそんなになんか そんなに多用するもんかいなっていう、うん、お金ないのかなってまた思っちゃうんですよそれでそれでもう一個思い出したことが、ね、はいはい、忘れないうちに言っていいですか、はい、いつもなんか言おうと思ったら忘れちゃうから、うんうん、あの最初の一番最初のアクションシーンとかってめっちゃ豪華じゃないですか、この映画、はいはい、それで後で石森章太郎の原作読んだら、相当その表現に寄せてるんだなってことが分かったんですよ、うん、で、あ、漫画これだったんだと思って、うんうん、それをだから今回映像でやってんだなと思ったんですけど、なんか途中から5はどっか行っちゃいますよね、これね、うん、だからあれで始まるってことは、うん、クライマックスもとんでもない、うん、そう、スプラッター祭りになるのかなとか思ってたら、そういうことでもなかったんで、あれもなんか途中でなんかそのなくなっちゃったなと思った、なくなっちゃったですよね、うん、いや、あれは結構最初はね、うん、あのなんかあのゲラブシャーって、うん、おどうしたって思っていいね、今回ね、どうしたんだろうとか思いましたけど、うんうんうん、だんだんね、いやでもそれはあのあれでしょ、こうちょっとその人を殺したりするのを僕はちょっとなみたいな感じになるでしょ、うん、暴力っていうのは、ね、暴力は良くないみたいな、良くないな、うん、それはそれで一つ物語として、まあ分かるは分かるんですけどねえっていうだからもね、うん、ありますね、うん、いつの間にか語は消えましたね、確かにね、うん、いや割とでもあの冒頭つかみは割と OK だったんじゃないかな、結構あの面白かったとかいろいろあるんですよ、いろいろ面白かった、うん、よかったとこあるし、あのそれも後でいろいろ言いますけど、あのいいところはいっぱいある、そうでなきゃ二度見はしませんよ、うん、僕だってそれは、うん、はい、2号すごい良かったとかね、2号良かった、うん、いろいろあります、2号ね、良かったな、うん、ああいうね、うん、はい、さあちょっとね、ちょっとずつ探り探りやっていきますよ今日はね、はい、こうやってね、うん、はい、じゃあこの、あ、そうそう、だからそのいわゆる仮面ライダーって常に原点回帰をみんなでしようとしてたシリーズだとは思うんですよ、うんうん、それこそ多分昭和のシリーズの段階で、うん、テレビシリーズやるたびに今回は原点回帰ってみんな言ってたという話を聞きますし、うんうん、でその後だってほら、誠の仮面ライダーって書く新仮面ライダーっていうやつもあったでしょ、うん、あのビデオシリーズで、はい、うんうん、あれなんかはやっぱりその石森先生が、無双したそのなんか、はい、放送していたその割とグロテスクな怪人としての仮面ライダーをって言って、うんうん、でなんかだし、それに仮面ライダーブラックってやつだって、うん、あれも結構原点回帰路線だったと記憶はしていますが、うんうん、なんか毎回それをみんな試みるんだよなと思って、なるほど ね、なんとなくこう志半ばで、うん、あのついえていった気がするんだけど不思議ですよね、そんなに、ね、そんなに最初の仮面ライダー良かったのかっていう方になるんですけど、だからそこにちょっとなんかあるんですかね、いやなんかね、それはだからそのオーセンティシティの確保ということであって、うんうんうん、あのだからそういうふうにすることで、まあ、その作る理由の正当化が図れるということでしょう、まあ、でもやっぱりそのなんかシンプルさっていうかさ、仮面ライダーの
その最初のデザインのやっぱりゴテゴテしてないデザインだったり、はいはい、そういうのの良さは間違いなくまああるのはあるんですよね、うん、そう、うん、あるんですよね。なんかその結局改造人間、うん、悪の組織に改造されて人ならざる者になってしまったという話でしょ、うんうん、あれそこのところでこうなんか、まあ、今回映画でもやってましたけど、うん、こんなすごい顔になっちゃって、うん、ブーって言ってるっていうことをみんなずっとやりたかったわけじゃないですか、うんうん、なんかね、なんかね、でもそれはなあ、なんかなあ、今回はそれが映画の途中でもう路線変更っていうことにやっぱなっていったっていうことなのかな。今回は今回で仮面ライダーとは何かということを突き詰めてはいるのかな。え、いるのかな。いや仮面ライダーは仮面ライダーは怪人だと、はい、うん、これさ、これ、これすごい、うん、まあ、この今回そこがすごい変な話で、はい、まあ、なんかショッカーの内輪みたいな話なんですよね。そう見えますね。わからないですね。ショッカーのだって結局緑川博士が作った最強 の、うん、バッタ最強の怪人バッタオーグ、うん、はい、でそのあれ彼も、まあ浜辺美波が好きなのかなんだか知らないけど別に戦う理由ないじゃないですか、うん、本当に洗脳されて最初なんか洗脳されて戦ってるみたいに見える、はい、それだと同じじゃないですかっていう、というでそのショッカーの怪人、まあ、ボス中ボスに当たる中ボスもないな、まあ、作家の怪人同士が、うん、戦って誰が最後に残るかを決めるみたいな話に見えてしまうという、まあ、そこはちょっと変な話なんですよね。変な話だとは思うんですよ、うん、これもこれちょっとね後々掘っていかない掘っていきたいトピックではあるんですけど、うん、実は庵野監督はその悪を描くことが、うん、はい、まあ、あんまり興味がないのか、うん、あるいはその相対化の末に割とこうどうでもよくなっちゃったのか、うん、いやでもこれ変身ヒーローものでしょと、うん、シン・ゴジラはいいですよ、うん、ただウルトラマンにせよライダーにせよこれって、まあ、あるいはエヴァーもそうだと思うんだけど、うん、やっぱ悪の存在っていうものがちゃんと規定されてないというか、はいはいはい、それはすごく分かるね、うん、でてか正直シン・ゴジラもそうなんだよね、はい、ゴジラもあれ割とただの生物でさ、はい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 、ゴジラ割とね、はいはいはい、生物として描かれてて別に悪とか善とかではなくて、うん、単にその害虫駆除をしなきゃいけない、はいはいはい、しないと日本が滅びちゃうからっていうことで止めようとするっていう話ですよね、うんうん、だからそれは多分結構本質をついてる話だと思うな。ゴジラは途中が可愛かったから悪じゃないですよ。あんな可愛い顔したものが悪なわけがないと。それはまあそうだ、うん、人間の善悪を超えたものという話だから、うん、ああいう話になるというのはよくわかるんですけど、まあね、特にやっぱ今回はってでね、なんかそのほらまあどうしても動かしようがないさっきのオーセンティシティという話だと思うんですけど、うんうん、キャラクターの中核ってとこがやっぱあるじゃないですか、うんうん、仮面ライダー本郷たけしはって改造人間であるって、うんうんうん、であれは何でしたっけその自由と平和を守るために、うん、悪の秘密結社ショッカーと戦うのだっていうこの要約があるじゃないですか、はい、まあ、ショッカーはねだって世界征服を狙って、うん、悪の秘密結社なので、あとで出てきますけど、はい、ショッカーが、はい、俺ちょっと本当に全然分かんなかったところなんで説明してもらいたいんですけど、はい、なんだっけ、プラーナで、まあ、ちょっとパワーポーズだ、先それあんのかな、パワーポーズに入れてますよ、先に出るここ見てみようか、ちょっと待ってください。そうそう、これはね、ちょっと柳下さんに伺いたいこともあるんですよ、ちょっと、ね、これはい、それです、これだよね、ね、ちょっと待ってくださいよ、はい、このメールをいっぱい、これか、これか、はい、これだ、はい、ショッカー、はい、ちょっと翻訳家の助言を仰ぎたいなんだよ、このそんな俺、サスティの責任俺の押し付けんね、いやいや、押し付けてないですよ解釈をかけて、サステイナブルハッピネスオーガニゼーションウィズコンピューテーショナルノレッジエンベデッドリモデリングっていうね、はい、これ文法的にどうなんですか、まあ、サステイナブルって言いたいだけだろうと思いましたけど、だからそのサステイナブルなものって別に僕なんかそれ大事な概念だと思ってるんですけども、うん、それを悪のに設定するっていうのはなんか背景にこれ政治的なことがあるんですか。ないよ、ないないと思うよ、なんかそういうのが嫌だなと思ってるのかな。安野さんはそういうところではないでしょう、政治性は、うん、むしろもっと政治性持ってほしいと思ういうぐらいないのないと思う、なるほど、そうと思った、うん、ですよね。だからサステナブルハピネスオーガナイゼーションでしょ、はい、だから、持続可能な
幸福期間。幸福期間っていうのは幸福期間、うん、ハッピーオーガニゼーションじゃダメなんですかこれ。それ幸福実現ですよ。ハッピーオーガニゼーションそれじゃ法になっちゃうからね。あ、そっかそっか、それはそれはそれダメか。ダメよ、はい、ショックにならないんだから、はい、うん、エンペリットリモデリングっていうあたりが無理やりだよね、うん、まあ、確かにね、まあ、だから、まあまあ、計算機的知識、まあ、的知識、知識を組み込まれた、いや計算的知識に、エンベデッドリモデリングなんで、だから 再設計が組み込まれた、はあはあ、計算機的知識に基づいて持続可能な幸せを実現する機関、はい、なるほど、素晴らしい。でそれはそれっていうのは僕はその映画見てた感じで、はい、見て分かったことで言うんですけど、それは人間を全員一旦殺してその意識をどっかのサーバーかなんかにぶち込むみたいな計画なんですか。それはあの一郎っていう人がやろうとしてたんでしょ。そうだよね、そういうことでいいの。いや、まあ、それはショッカーの目的ではないの。それはショッカーの目的ですよ。ショッカーの目的 は結構あれはなんか別に誰かが中央集権的な組織じゃなくて、うん、はいはい、結構みんな適当にやってるんでね。適当にやってるの、うん、あ、そうなんですよね。自分のやりたいことを勝手にやってる。だからあの長澤まさみとかは、ね、ただの殺人狂じゃん、あれ。あ、だからキャハハハとか言いながら、ね、みんなだから一国一城の主的なことですね。そうそうそう、みんなだってその秘密基地ありますもん ね、 あるある。それぞれの秘密基地があって、ね、八のマークの八女の基地が、そうそう、八タワーみたいなのがあって、うん、そうそう、あそこずいぶん立派なところだったんで、うん、結構だからみんな強大な権力を一人一人の怪人が持ってるそういうことですよね。ですから、まあ、それぞれに反目もしてるんでしょ、なんか、うんうん、まあなんかね、うん、でもその割にはなんか裏切り者もが殺せとか言って、うん、なんか妙にその何をやると裏切ったことになるのか難しい、原理に忠実な人がっていう気がするんだよな、うん、なんかで、いや、どうして悪の秘密結社ショッカーではいけなかったのか、うん、という疑問がやっぱどうしても拭えなくって、うん、はいはい、あの、いや、まあ、ショッカー、オリジナルのショッカーはショッカーで、だってあれはナチの流れを組むでしょ、はいはい、うん、恐ろしい話じゃないですか、うん、なんかその漫画だと、だって最終的にショッカーは日本政府とつながってたって言うんでしょ。なんか日本政府が作ったシステムを乗っ取ってかっぱらって、で改良してみたいなっていう話なんですよね。なるほどね。あ、そのフォーマットに乗っかったってことなの、うんうん、だからそれがまさにさっき言ってた問題で、はいはい、それはアンナのフェティッシュなのか、ああ、そう、あの本当に何か考えてやらなきゃいけないことがあってやったのかっていうことだと思うんです、うん、多分フェティッシュではなくて、多分これしか出てこなかった、うん、最終的にこうなったんだっていうことなんだと思うんですけど、そこをだから割と安易にこれアンナだから人類保管計画でしょって言っちゃうのはちょっと避けたい。そんな気もします、うん、それはちょっと違うよねと。なんかね、だか結局そのもう 今21世紀に、うん、その悪の秘密結社世界征服でもなかろうっていうその取っかかりは分かる気はするんですよ、うんうん、ね、でもう少しその複雑なこう性質を持ったいわゆるその悪を設定しようという、うん、そこまでは分かるんだけれども、うんうん、なんかなと思って、でもそんな単純な二元論ではないんやでっていう話なのかなと思いきや、もっとね、そのなんか、その白黒で割り切れるもんではないとか、そんな簡単な話じゃないっていうのかと思えば、かたや、うん、もっとこの秋山お茶飲みすぎであるとか、あ、再接続に成功ってなってるんで、はい、はい、おやおや、大丈夫、あ、来た、戻った、うん、戻ったっぽい、はい、ああ失礼しました、ね、失礼しました、ちょっと Wi-Fi の不調とかそんな感じかな、そうなんですか、 Wi-Fi の不調、うん、なんかさっきからちょっと不調がやっぱちょっとね、戻ってきた、やっぱあれじゃないですか、あの風で回るこうぐるぐるマークが出ちゃって怖いですね、ちょっと、はい、大丈夫でした、はい、すいません、なんかそういうフォークさんの片やかっていうところからだって、片や、うん、片や、何もヒントになってない、何の片やさんだったんだろう、そう、いや、なんか、そうで、それはね、なんかね、その瞬瞬というのは確かにそうなのかもしれなくって、うん、なんかすごいこのドライなところと、うんうん、それはドライというのは考え方的にもその作劇に対してもドライなところと、うんうん、あのすごくウェットなところを行ったり来たりする、うんうん、で、はい、それは絵作りに関しても言える気がしていて、うん、すごくこうなんかこうピシッとね、決め、うん、決めがあるかと思えば、うんうん、すんごいその蜂女との決闘とかね、うん、あの
大丈夫ですかっていう。あ、俺八音なんとこはなんか映像的にすごい面白いなと思った。あのビビビってなるところ、うん、そう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 、なんかあれは本当になんていうの、なんか言っちゃあれだけど、なんかこうアニメと実写の中間みたいな、うん、すごい不思議なもん見てるなっていう感覚があって、うん、あの実は今回のバトルで僕一番好きなのは八音戦なんですよ、うんうん、あ本当、うん、あれなんかもっと面白くなると思ったけどな、うん、いやなんかそのね片っ端からこうあれ周りに控えてるやつの生命プラーナーを奪っていくわけじゃん、はい、うん、どんどんさやってきてさ、ちょっとちょうだいちょっとちょうだいって寄せてきてもらいながら戦うとかだったらいいのになとか思ったんだけど、そうなんかね、そのかっこいいところとかっこよくないところの差が激しいなと思って、特にその八王女との戦いが始まるといいんですけど、その前の人鎖とか勘弁してくれと思いましたもん、なんか、うん、あのいざ参るなんつって、はい、あのやっちゃってこれいつの映画だよとか思いながらとかね、なんかね、そうそうそう、なんかね、だからそこはね、多分安野さんもちょっと利用してるところがあってさ、はあはあ、そのまあこれみんな安野のフェティッシュでしょってみんな思っちゃうから、うん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 、それを利用してこうなんか割とずる賢く好きなことをやっているというかね、そこをがそのどこまでがあのエンターテインメント考えた結果なのか、うん、まあ、だからフェティッシュなのかっていうのがこう、あ、それですね、うん、だからそのだからその今ね、いや映画でも何でもあのそれすごく多くあると思うんですけども、つまりその全てのことはそのなんていうの、綿密に考えたことでなされたことじゃないか幻想っていうのが結構あると思うんですけども、うん、はいはいはい、そんなこと全然なくて、うん、でまあ、あのやっぱりそのうっかり出ちゃうことだっていくらでもあるだろうし、うん、それからそこまで考えてないとかね、うん、いうことは往々にしてあることだっていうのはまず共通前提としてあるべきだと思うんですけど、うん、そのホークが今言ってたみたいなことのところは僕は実は見てて、あのこれ、まあ、ちょっと誤解招かないように先に言っておきますけど悪い意味じゃなくて、なんか、ね、いい意味でも悪い意味でもっていう意味なんだけどどっちの面もあるってことは先に言っておきたいよね、うんうんうん、どっちのいい意味でも悪い意味でも俺が見てて連想したのは実はトロマ映画なんですよ。でトロマ映画っていうのはヒーローものいっぱいやってるんですよ、はい、歌舞伎マンとか毒毒、ね、モンスターとか、はい、まあ、他にもドルフィンマンとかいろいろいるんですけど、はい、で途中であの雲じゃないコウモリのおじさんがバサバサ飛んでく辺で、はいはい、あ、これは俺知ってると思ってこういうのは知ってるぞって思ったのはそれはトロマ映画だったんだけど、トロマ映画にしてはもうよりずっと豪華ですよ今度の映画の方が、あ、で、あと多分トロマ映画の方が若干その社会的メッセージ性が強くて、うん、あのそういうところはギュギュ言ってくるところがあるんですね。そこはでもやばいっていうか大丈夫と思ったけど、ね、俺ね、うん、でもあのそのだから僕逆にそのコウモリのおじさんがバサバサ飛んでいくとこは、うん、あ、だからこれ、あ、知ってる面白いやつだと思って、まあ、でそのキッチュさってことについて言えば、今その昔の仮面ライドを見直したら、うん、意外とそのキッチュ性が高いドラマだなっていうことは僕は思ってたんで、そこも割と見えちゃうというところはあると思う、割とそこも一致してんじゃないのみたいな感じもあったんですけど、どうなんでしょうか。いや俺はね、昔のまず、まあ、キッチュっていうかキッチュなんだけど、昔の方が面白かったなっていうのは、やっぱり話はスピーディーでいろんな事件が起こって、うんうん、でいやいや本当に見てる間退屈に、子供の見るものだから、うん、とりあえず退屈しないのと、やっぱ結構ちゃんとアクションとかやっぱちゃんとしてるんですよ、うん、それやっぱ映画の人作ってるのがね、映画の人たちが作ってるんで、なおかつ大野研究会がね、そうそうそう、体を張ってるわけですからね、うん、であのいや編集とかもまさにさっき言ってたんですけど、うん、そのちゃんとアクションつなぎをやって、うん、寄せるとか、はい、寄るとかね、キックの瞬間だとかにきっちりアクションつなぎつないでいったりとかするわけじゃないですか、はいはいはい、うん、だからそういう意味でやっぱりちゃんとしてるよねこれと思う、うん、今見ると思うんだよね逆にね、うん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 、でもあれわかんないですけど、僕あのなんか仮面ライダーも含めて今回僕あのなんか仮面ライダーじゃない怪人蜂の人とか、うん、あの雲の人とかも、うん、その自分のそのなん元の昆虫に寄せたあのカマキリカメレオンもそうですけど、はい、その元のそれをかっこよくデザインしたあのマスクがあるじゃないですか、なるほど、で、あ、それは確かにそうだなと思ったんですよ、だって仮面ライダーだけなんでお面があって他の人はないのかなって思うから、うん、そうしたらあのあそれは確かにこれは理に落ちかなってんじゃないかと思ったんだけど、なんでコウモリのおじさんはお面もらえなかったあれは実力が足りない、あのあれじゃないですか、戦闘タイプではないからってこと、あ、そう、あ、そういうことなのか、あ、それはそうかもしれない、そうかそうか、そうかファイターじゃないから、ファイターじゃないから、なるほど、科学者だからってことなんじゃないですかね、うん、あ、そっかそっか、うん、そうでも科学者だってもらったっていいじゃん、まあね、うん、くれよ、いいとなればああやって戦わなきゃいけないわけですから戦ってはなかった、緑川博士がお前にはやらねえって言って戦ってはなかったのか、逃げてたのか、ちょっとお便り見てみましょうか、うん、はい今日はね、どなたかもさっきチャットですよ、我々がずっと悩んであの全然パワポに行かないっていう、はい、はい、火、うん、
火って言ったよ、まあまあ、あのもやもやお便りちょっと紹介していきましょうね、はい、八通りさん、プラナでハビタット空間でパリファライズな映画、つまりよくわからなかったです。バリファライズって言ったんだよ、メリファライズ、あれわかんない、パリファライズ、多分パリファライズ、パリファライズなんだ、パリファライズってなんだろう、そうなんです、調べてもわかんない、パラフレーズってことですか、いや違うトレハロースみたいな、いや今全然関係ないですけど、チャットですごい、うん、すごい意見があって、うん、コウモリが仮面をかぶったらバットマンになっちゃう本当だな、確かに確かにね、そういうことか、クマは、でもクマはスパイダーマンになんなかったよクモはね、確かに、いやいや、でもパリファライズってなんだろう、知らない言葉な、うん、そうなんですよ、なんだろうと思ってね、うんうん、なるほど、パリファライズ、はい、うん、はい、もう一丁、チャンクニ23歳さん、久々に映画を見て腹立たしい気持ちになりました、うん、なんというか仮面ライダーのことや庵野秀明監督のことを知らないあなたが悪いんだよわらわらと上から言われた気がバカにするのも大概にしろと叫びたい気持ちになりました、確かにある程度の文脈や知識を必要とする作品はあります、それ自体を必要、否定するわけではありませんし、そういう作品で名作だと呼ばれる作品はたくさんあると思います、しかしこの作品は明らかにやりすぎだと感じました、オタクに分かればいい、刺さる人には刺さればいいというスタンスで作られているのは分かります、だったら見なきゃいいじゃんと言われればそうなのかもしれません、しかし1900円というお金を払わせ、少なくとも映画として不特定多数に見られる前提で作っている以上、もう少し親切に作ってくれてもいいんじゃないかと思いました、エブリシングエブリウェアオールアットワンスはオマージュや小ネタのようなものはあるにせよ、そもそも話が面白いという前提に立った上での散りばめ方だったように思えて、やはり見事だったなと相対的に評価が上がりました、うん、これでもなんかあれみたいですね、あの全然その新旧どっちのライダー世代でもないお客さんにも受けているというような話は若干聞いています、うん、なんかでも分かんないけど、これ個人的な感想ですけど、うん、ウルトラマンの方がそれ感じ、なんかそういう感じがあったような気がしたけどな、なんか、うん、小ネタとかね、うん、オタクどっちかっていうと、まあ、確かに新仮面ライダーの方がどっちかっていうとなんか当初空気で見に行っても、うん、まあまあなんとか、まあ、分かる、そうそうそう、そんなに、うん、そんなにこれでしか分からないネタとかそんなになかった気が、サトシホキさん、スパチャありがとうございます、テクノバブルってやつじゃないですか、パリファライズ、テクノバブルのこと、何テクノバブル、何ですかテクノバブル、何だろうテクノバブル、さらに言い換えられたら分からない、何だろうテクノバブルって得意点ってことは分かんないですけど、もう、はい、でも今回の映画がじゃあ何か過去の過去ライダーがを知らなければ楽しめないかといえば決してそういうことではなかったという気はするんですよ、うん、まあそれはあのライダー弱者が見に行ってもそれはそれでまあまあ話は分かるし、まあ そうなんじゃないですかね、うん、だから逆にあの多分、まあ、今回ウルトラマンは多分違うのかもしれないんだけど、今回のに関しては普通に見に行ってくれて、それで合わせて過去のライダーを、うん、見てくれると嬉しいなっていうくらいの作り手側の、で、うん、でまさにそういうをやってるわけですよ、そう我々ちゃんと見てますよ、うん、あと今ね今仮面ライダー対ショッカーやってるでしょ、あ YouTube で、ね、はいはい、流れてる、うん、映画ですよね、そうそう見て、いや面白いなこれ、すごい映画ですよね山本秀夫も出てくるし素晴らしいですよね、山の向こうから怪人が次々出てくるちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ帰ります帰ってくっていう、何なのあれ、打ち上がりますよね、まあ、でも、まあ、そのチャンクニ23歳のおっしゃりたいことは分かる気がする、うん、なんだこの映画って思った時に、うん、なんだこれって言うとそれはさっていうエクスキューズが無限にできるようにはなってるんですよね、うん、あのそれは多分、この間のシン・ウルトラマンの時にどうしてウルトラマンが急にあのプラスチック丸出しのなんか形で、はいはいはい、こうピーンって伸びきったまま、うん、そのままへそを中心にくるくる回るのって聞かれた時に、いやそれはあのテレビがそうだったんでとしか答えようがなかったんですけど、うんうん、まあなんかそう言われちゃうとね、確かにね、うん、それあなたが知らないのが悪いんだよっていう人もいるんでしょう、世の中そういうこと言うもんじゃない、うん、ちゃんとね、うん、ね、はい、っていうことですよ、はい、まあね、ペンネーム私の不幸せな結婚さん、庵野監督ファンの19歳ほう、あ、なんと19歳で庵野、待って、何を聞いたってこともないか、でもやっぱエヴァ見てば、エヴァですか、エヴァ、新エヴァからですかね、結果から言うと新仮面ライダーには乗れなかったと、うん、はあ、MCU 以降の MCU 以後のヒーロー作品としてちょっときついかな、
今の作品としての面白さを感じなかった、うん、ショッカーの設定などもっと現代映画として面白くなる可能性があったと思うんですが全体的に惜しかった。エブエブのバースジャンプも言ってみれば変身だと思うんですがエブエブのような現代性を感じなかったと。ほんの少しですが庵野監督の老害化が始まっている気がします19歳に言われてしまった庵野監督は今回宣伝総監修までやっていたんですが結果的に昔からの仮面ライダーファンにしか届かない宣伝になっていたと思います、うん、若者の目から見て違和感のあるものが多かった、うん、2日目に見に行きましたが客席は中高年以上の人しかいなかった。オタク系の友人たちもみんな私の幸せな結婚の方を見に行ってます。庵野監督は次回作で新愛国戦隊大日本を撮ってほしいです。ダメダメこれはダメです。すごいなまあね、まあね、ショッカーの設定ねこれはこれで今風にはしたんだと思うんですけど、うんうんうん、ただなやっぱりなそのやろうとしてることがさあのとか悪事が絵でないからだからそのなんかモールの人がゾンビみたいになってるっていうのはまあ多分唯一ぐらい、うん、とかあとまあそのなんてサソリの女の人がマシンガンぶっ放してみたいな、はい、ところはあマシンガンじゃないのかなんか殺しまくってっていうところはあったんですけど、はい、そっちの時はだからそれどっちもだから別に仮面ライダーがそれを救出しないじゃないですか。しないです。だから僕はそのヒーローものはなんか助けてくれるんだと思ったらですよね。そこがちょっとないのかのはちょっと気になったっ、まあ、でもそれは多分仮面ライダーってもともとそういうものなんですかね。それをやるとその子供が出してこない、うん、仮面ライダー的な理屈だとやっぱ子供、うん、それこそよくその、うん笑い話で使われる、まあ、実際あったかどうか知りませんけど幼稚園のバスジャックをして救うみたいなね、まあそのまあ、子供が特に後半でもないよな結構10話ぐらいから、まあねあかうん、子供が出てきてっていう話になるから、うんうんうん、多分庵野さんのあれからいくと救うとなるって当然子供を助けるなる論理からいくとね なっちゃうんで、まあ、なかなかそうなんだよ ね、まあ、昔の露骨に昔のだからさ女子供を助けるっていうそういう構成になりがちなんで、うん、ただそうですね、うん、サソリの人のねここにサソリがついてるじゃないですか、はい、あの尾っぽがビャーッとか伸びてすっげえ人間殺したりするんだろうなと思ってワクワクしてたのに生かされずじまいだったのはちょっと残念、まあ、そもそもさ、うん、あれ思ったんですけど、はい、仮面ライダーいらなくないですか。いらないんです。そうそうあれであの彼らが解決できちゃうからそうなんですよね。ほぼさいや一応最後の森山未来は、うん、仮面ライダーがいないと倒せなかったんだと思いますけど、はいはい、それ以外の怪人ってほぼ日本政府が倒してないって思って、うん、そうだから来なくても倒せちゃってるじゃんっていうことはサソリ弾丸で全部撃っちゃえば、ねうんうん、まあそうね、サソリ毒を言えたやつにいいだけでそうそうそう、うん、なるほど。本当にね、まあ、ちょっとサソリオーグの話をちょっと後に取っときます、うんはい、後でやります、はいはい、ペンネームいつもの採石場さん、昭和ライダーに関する知識はほぼ皆無で見に行ったと。そんな非仮面ライダーオタクとしての雑多な意見、結論から言うと非常に内輪向けでオタクの悪いところが露呈した作品だと感じたと。昭和ライダーそのものが令和にリファインするほど面白いコンテンツなのか少々疑問に感じてしまいました。例えばシンゴジラの内閣総辞職ビーム、無人在来線爆弾いや、新ウルトラマンの山本講師演じる、メフィラス星人などは見る相手を選ばずともまた見たくなるセリフを真似してみたくなるような映像的説得力がありました。一方ライダーにはそういったシーンがとても少ない。オタクがイースターエッグ的に散りばめられた原作オマージュを見つけてニヤニヤできる以外の楽しさがもう少しあればよかったなというのが本音ですっていう、ねうん、まあ確かに。でもなんか今回もあれですよね、ほら雲オーグもなんかにメフィラス星人もどきみたいな喋り方してた。あちょっとね、それが私の仕事です。そうそうそう、あそうそう、だから僕最初にそうなの、だからこれはメフィラス星人化けてるのかもしれない。うん、そうそうそう。いい薬ですね。ちょっと思ってしまいましたから、ね。だし、ルリコさんもずっとなんだっけ、うん、私は良い周到な女とか言ってた、まあ。私は好奇心の強い女みたいな。ほらほら適当言ってますけど。雲の人はさ、はい、あんまり他人だと思えなかったからやられた時は、ね。ああね、カニやった時に、ね。パッと見的に、ね。カラーリングもマジで。そうそうそう。ああ、俺がやられてしまったみたいな。うん、はいはい。
まあね、外、まあ多分、まあでも確かにその芯とついてるここまでの映画の中では一番確かにね、うん、あの、うん、お話のそのなんていうの、その狭さっていうことも含めて、うん、かなり、まあなんていうの、しかもその庵野監督が今回だって監督ってピンで名乗ってるのは今回だけってわけですよね。まあそうですよね。ね、そう考えるとね、やっぱりそういう印象にはなっていくのかなっていう気はしますけどね。そんな庵野秀明監督出た、ドン。今日このまま行く感じですか？どっから一回休憩？じゃあ一旦ここで休憩します。はい、休憩。じゃあ、はい、そのじゃあ庵野監督の話からね、またやっていきましょうね。はい、なんで5分ぐらい？はい、5分で5分、5分休憩をやってまいりましょうね、はいはい、皆さんもちょっとね、引き続きチャンネルはこのまま、はい、これこれよろしくお願いします、はいはい、
はい、戻りました。はい、はい、どうも、はい、どうもどうも、ただいま戻りました。はい、後半、後半というか、なんか後半戦、多分後半戦ね、いろいろありますか、中盤戦かもしれませんよ。はい、はい、そんなことで庵野秀明監督です、はい、すごいです。今回監督、脚本、特撮班、準監督、コンセプトデザイン、撮影、タイトルロゴデザイン、光学作画、光学作画一人だけでしたからね、うん、モーションアクト、あ、そうなんだ、うん、総宣伝監修、予告編、演出、ポスターデザインと、もう八面六臂どころではない。本当だね、自主映画、確かに。あ、ちょっと待ってね、はい、スパチャをいただきました。サートンさんね、ルリコが仮面の中に残した動画のシーンで家族の思い出の写真をゼロ号の兄貴の下り含めて2回も観客に見せて、さらに父親がバイク好きだったとセリフで説明してしまうシーンは明確に脚本上の欠点だと思うんですが皆さんどう思いますか。あ、僕あそこの動画の時はなんか全然話飛びますけど、うん、なんか画面のこっちのすごい端っこになんかキラキラが超細かかって、うん、すっごい端っこにあるなと思って見てたんですよ、終わり。あ、止まっちゃった画面の端っこにキラキラがある。なんかそうそう、画面のすごい端っこになんかね、うん、あの謎のキラキラがずっと動いてるんですよ。それジャギってるんじゃなくて、ジャギってんじゃなくて、あ、まあその、そうそう、あのマスクの中で中で見えてる映像。あ、僕あのシーンは本当にね、うん、まあ、その脚本上の問題もあるんだけど、はい、もう見てて死ぬかと思いましたね言っちゃった。本当にね、辛かったっていうか、あのもうさ、うん、死ぬ前に自分の事情説明すんなよと思って。いや、まあ、なるほど、鬼滅の刃じゃねえんだからとか思って鬼滅の刃ってそうなんですか。鬼滅の刃は死ぬ前に、自分はなんでこんな目にあったのかっていう話を悪役がずっと1巻ぐらいかけて説明して終わるって、死ぬっていう、ね、ああそうなんですね、うん、まあそこは逆にリアリティなのかもしれないですよね。そんなにすぐ即死はしないですもんね、うん、割とこうだんだん寒くなってきたみたいなことでね、うん、結構時間かかるから、うん、なるほど、うん、ね、まあ、さて、はい、ペンネームなしさん、最初のエヴァ劇場版です鑑賞時の気持ちに近いことに気づいた新ライダーね、うん、テレビシリーズ未鑑賞のまま全く前知識なしに劇場で鑑賞、ストーリーを見せることを放棄してドライブ感を最優先した編集技術に度肝を抜かれ、放心して劇場を出て取り憑かれたようにテレビ版を見漁り、今思うとマジで発狂寸前までエヴァにハマってしまったあの感覚、ライダーからはあれに近いものを感じました。あれからすでに数十年、自分は年を取っておじさんになったからか、庵野監督がたくさんの困難を乗り越えて丸くなったからなのか、あの作品に込められていた視聴者に向けた敵意むき出しの憎悪みたいなものは今回感じられなかったのである意味安心しましたが、それでも陳腐な言い方をすれば庵野監督の狂気のようなものを画面全体から感じ、それに共鳴したのだと思います。こんなもの監督が見せたいものをつなぎ合わせて見せているだけという批判を目にしましたが、その通り、庵野監督は自分が見たいものを作り、それをつないで見せ、そしてそれは私が見たくて仕方がないものだったの、ものだったのだと思います、うん、まあ、この人は昔のエヴァみたいなものを見たかったっていう、そういうことなんですかね。なるほどね、まあ、ないよ、残念ながらそれは、まあ、もう庵野さんにはそういうものはないと、うん、でもペンネームなしさんと全く同じあのエヴァとの僕は出会い方をしてるんですよね、うん、あの時なんかどっか旅行に行ったんですよ、大阪かどっかに、うん、そしたらなんか時間がぽっかり空いちゃって映画でも見るか、なんかそのエヴァっていうのが今流行ってるらしいなと、うん、見てみるかと、うん、じゃこりゃと思う。そうだったね、分からん、分からんと思ってそれから見てますからね、やっぱりね、うん、なんかでもそう、あの年を取ってっていうのか分かりませんが、うん、確かにそのなんかそういったものを作りながら、うん、お前らこんなもん見てんじゃねえやみたいな、はいはい、うんうん、っていうことやってるんでしょ、俺知らずに知らない、っていう頃は確かにあったと思っているんです、うんうん、でいつだったかここでも話したかわからないんですけど、うん、それでも最近のエヴァとか見てると、うん、なんかまあみんなあれだよね、あのいろいろあったけどやっぱりこう田植えとかした方がいいよみたいな感じになってて、うん、まあ、家庭菜園だ、誰が、あの監督が、ああ、そうなの、そういう話になって、やっぱりその泥にまみれて、日本主義です、泥にまみれて、やっぱこうなんかやっぱそうやってさ、なんか生きてるということを実感しないとみんなダメだよねみたいな、うん、そういう結論になってきてるんじゃないかなっていう気はしていて、まあ、その生きてることの実感のやり方っていうのは他にもな、ある無限にあるような気がしますけどね、そう、うん、でなんかそう、それはね、僕30年ぐらいですかエヴァーもなんだかんだね、はい、うん、
見ながらずっと感じていたことではあって、君たちはそろそろ現実に戻らなくてはいけないっていう強烈なメッセージは確かに発していたんですけど、うん、いや言われなかったも俺明日仕事だしみたいな言われなかったっていうとこはすごい実はあって、あ面白い人だなと思いながら見てたんですよ。なるほど。でそうやって思いながらずっと付き合ってきて、いいかみんな食べだって言われると、うん、あれえって俺は別にその間20何年ずっと仕事してたけどなみたいなことがねありますけどね、はい、でもまあ確かにそう、だからそういうことを経て結構丸くなってたというか、つきものが落ちたようなところがあってなお、まあ、出してきた今回のこれっていう、まあでもね、やっぱり三つ子の魂ってやつ、ね、あのアニメばっか見てないで田植えしろって、それさすがにさと思わ飛躍みたいな他にある間があるだろういろいろやることがさっていう、まあ、一応ねその彼はその後その式日とか、はい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 、ラブ&ポップとか作って、はいはいはい、あれでこう現実に帰っていたわけです。なるほどなるほど、まあ、そのあれが現実に帰ることなのか多いっていうとはまあ皆さん思ったと思うんですが、まあね、そうなんですよね、うん、まあでも確かにでもまあまあそういう意味でもやりたいことをやるっていう、まあその点での狂気というものは今回は健在であったという気がするな、うんうん、その中にはサソリ王軍も含まれるという、うん、そこで困惑するという、うん、はい。隣の魔女のポニョタチヌさんです。大学新1年生いいですね、若い人たちに見てもらってね、ブラックホールありがたいですね。等身大ヒーローの教養がほとんどないと、うん、ライダーもきちんと見るのは今回がほぼ初めて、コスチュームやメカ類の出来栄えには素直に感心して見ておりました。伊豆淵さんによる敵王具のデザインは世界観にふさわしいケレン味や統一感を備えており、やはりさすが。さて自分が本作に抱く最大の違和感は、庵野監督による一連の新ユニバースを取り巻く言論空間が本作において特にマイナスの方向へ作用してしまったことにあるのではないか、うん、昨今のネット上における庵野監督についての言説を見ると、作品の制作過程あるいは庵野監督本人自体を過度に物語化し、感動的あるいはミーム的なものとして消費したがるという文化が流行っているように見受けます、うん、私が知らないだけで旧エヴァーの頃もあったのかもしれませんが、庵野監督がオタク界隈における圧倒的な権威として確立されたことを象徴するような現象ですが、私自身はこれには全く乗れず、庵野監督を含む制作陣は当然自覚的で、今回の新仮面ライダーでもそのある程度の再現を狙った情報戦略が取られていたように思います。本作のキャッチコピーや制作発表時に新聞に掲載された若き日の庵野監督のコスプレ写真などはそうした意図に基づくものでしょう。原作のデザインに対するフェティッシュ的なこだわりについても各種メディアで繰り返し強調されています。しかしそれらの試みは新エヴァーの時よりもより明瞭に作品の核となるテーマの不在を浮き彫りにしたように思えてなりません。パンフレットへの寄稿文中にある監督は作品に隷属する奴隷とのやや極端な表現や自分個人がやりたいことではなくのフレーズの連呼からは自身をめぐるメディア状況へのかすかな苛立ちとともに作品の目指すビジョンに対する自信のなさが垣間見えるような気がします。大学新1年生立派ですよ、うん、いいこと言いますよ。確かにある気はする。なんかその、ね、あんじゃないのこれ、うん、あると思う、うん、だけどそのなんていうの、うん、そのそれはさ大なり小なりその別に庵野監督じゃなくても、うん、まあ、あの よく起きることではあって、うん、あるし、それからその それってそうするとね、あの手っ取り早く分かったような気持ちになれるから、うん、すごく繰り返されていくことで僕は結構そこは危惧をしているというか、そうですよね、あのだから そうしちゃうとそのなんだろう、その創作って別にそれだけのことじゃないんで、うん、そのすごいすごいいろんなものが取りこぼされてるなってことは思う、うん、それはでもやっぱそのエヴァンゲリオンの時にさ、うん、最初のねエヴァンゲリオンの時に、まあ、あれはその庵野の個人的な作品だということが、うん、まあ、あの大変喧伝されて、ね、劇場版まで、うん、で、まあ、どこまでかって言ったら、まあ、そんなことはないよって、ね、別にあの一人が絵描いてるわけじゃないんだから、そうそうそう、うん、ないんですけど、まあでもそのその部分が、まあ、異常なほどあのクローズアップされてたわけじゃないですか、うん、で、まあ、そのこそさっき の劇場版 の,、はい、エヴァ あの時の反応あの、反応もあって、はい、ネットでの反応もありのっていうのがあったから、まあ、ちょっと防衛的になるのはしょうがないってしょうがないよね、反応さんがね今ね、確かにね、うん、ただなんかそのなんていうのかな、
乗るか乗らないかっていうところにおいては、その SNS とかにおけるそのミーム的な消費の仕方っていうのがすごく実は相性がいいんだなと思って、うん、あの作品との、特にこの芯とつくやつに関しては、うん、なんかその乗ってる人はみんなで、そのすごく積極的に映画で描かれていないことを二次創作的にすごくみんなで積極的に補完しているんですよね。きっとあの人はそのメフィラス星人と、ウルトラマンはあの後飲みに行ったに違いないという小話をみんなで書いてみたりみたいなことが、それがいい悪いじゃないですよ、うん、そういう楽しみ方はもちろんあると思うんだけど、ね、まあ、エヴァンというかそういう感じだったね。そういうことですよね、うん、なんかね、なんかまあそうやって、まあそうなんだよな、みんなでな、そういうコミュニティを作るっていうことにの元としてはすごく機能してるんでしょうね、作品がね。その辺に関しては、うん、ちょっと僕は自分に引き寄せて話してますけど、はい、僕ほらエヴァンゲリオンよく知らないからなんですけども、はいはいはい、エヴァンゲリオンの前にそういう、まあ、監督本人どうこうじゃなくて、はいはい、そのトリビアルな、はいはい、部分から謎を解明したがる人が大量に出て、うん、ああでもないこうでもないってそのちょっとした手がかり的に見えるものを引っ張り出していじるってことを盛大にやられたのは実はツインピークスなんですね。はいはいはい、でテレビのツインピックスが、うん、昔の第1シーズン第2シーズンの時にそれがまあ非常に行われたんですけど、うん、でまたそのマーク・フロストとかもそのちょっと面白がりだから、うん、そういったようなキーワードみたいな中に入ってますよ、うん、でもそれここからツインピックスがなんか読み取れるかって言ったらそんなことは全然ないわけで、結局割とその明後日の方向に行っちゃうってことがあったんですよ、うん、ツインピックスの時はね、うん、特にすごくあった、うん、でなんでかっていうとそれは、まあ、リンチがああいう作家だからってことなんでしょうけども、はい、で逆に言えばエヴァンゲリオンはそれに応えるような裏設定とか裏設定って分かんないけども、そのなんていうの、そのいろんな散りばめたキーワードみたいなことっていうのは、まあ、もうちょっと意味があるから掘りがいがあるみたいなことなんじゃないの、分かんないけど知らないで言ってるけど、あ、うん、いや、まああんまり意味はなかったよ、ね、あんまなかった、あんまりなかったと思いますよね。なるほど。だからまあまあ、それ風のことは、まあ、今回もねだから新仮面ライダーでも、うん、だからプラーナうんなんてプラーナってあるだから、うんうん、ハタヨーガの、ハタヨーガっていうところの、そうそう、インド鉄ですよね、だけど、まあ、そういうのを持ってくる、うんうん、それ別に何も考えてないと思うんですよ、インド哲学について、はいはいはい、さん実は、うん、そんなに別にインド哲学やってるけど、ただ単に、うん、まあ知識の、うん、こういうところに使うとちょうどハマる、いいハマる、ちょうどいい感じの、うんうん、蒔絵として、うんうん、まあ、使ってるだけだと思うんですけど、うん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 、だまあそういうのを持ってくるセンスはもともとあって、うん、エヴァンゲリオンはまさにそういうのの、いろんなところから持ってきた、うん、世の寄せ集めでこう、うん、俺だからエヴァンゲリオンの今でも覚えてるんだけど、まあ、私の周りはみんな結構見てたんですよ、うん、で SF ファンですから当時、はい、当時ね、で見てて、でみんな見ててすごいって盛り上がってるから、うん、へえと思って、うん、たまたま見たんですよ1話だけ、うん、でそれがね、12話かなんかだと思うんだけど、はい、初号機が暴走する話、うん、暴走してなんだっけ、相手の強いやつを食っちゃうやつ、あ19話ですね、19話、はいはい、そう、これ見てよく、あ、まあよくできた、はい、ロボットアニメだねとか言ったら、そんなにそういうんじゃないんだよって周りに言われてあ、でも、まあ、でも俺はよくできたロボットアニメだなと思った、そう、よくできたロボットアニメだし、うん、そのエヴァを僕最初にもう全く何じゃこらと思って見てたんですよ、うん、でもその総集編なんですね1時間ぐらいの、うん、で要するにその20何話のテレビシリーズ途中で終わったやつをまとめようとして全然まとめる気なんかありゃしねえじゃないかこれと思って、うん、でもさっきのねメールでも書いていただいたようにそのなんか編集のもうなんかそのテンションと、うん、あとはそのよくできたロボットアニメ的なところっていうのはさすがに散りばめられているので、うん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 、でその合間合間になんとなくその発光そうな少女とかがね、うん、なんか寂しそうな顔してたりするんですよ、はい、なんか、まあ、今回も言いますけどね、発行する少女でも俺エヴァンゲリオンテレビの半分ぐらい見たんですよ、うん、その後、うん、機会があって、うん、で見た時その時の、まあ、分かんない後半見てないから見当違いのこと言うかもしれないですけど、うん、見た時になんかそういうことをいっぱい聞いてたから、あ、そういうもんなんだなと思ったら見たら
なんか意外とラブコメみたいじゃないですか、あれ。いやでも多分半分までしか見てないからですよ。半分まで見てないからそうなっちゃう。それはそうですよ。割と薄いっぽいのかなとか思って見てたんだけど、その後が違うんだじゃあ。半分まではよくできたラブコメですよ。あ、それは実際に。すいませんでした。まあそのよくできたラブコメ的なところであったり、まあそのなんかかわいそうな人やなこの人はと思いながらね、あとロボットがかっこいいなとか普通にそういう興味で僕見てたんですよ。それでまあその実はこれはあれでみたいな、そのなんかあの司会文書がとかって言って、うんうん、はいはい、前とは何も考えてないんじゃないのとか思いながら、うん、そこに付き合ったら負けだなと思って、うん、そこほっといたんですよ。でそうこうするうちにお前らこんなもん見てんじゃねえって監督が切れ始めるし、それすごいよねでもね、うん、まあ、いろんな意味ですごいかったと思うんですよ、ね、でまあ、で劇映画にもなってそれもあの松竹セントラルの初日に走っていったりしましたけど、うん、そこでもまた同じこと言われて、あれすごかったですね、もう途中で実写になるんですよ、ね、うん、で劇場の、え、実写になるの？そう、実写になる、劇場が映るんだよ、劇場が映るの、なんですって、でなんかその新宿ミラノさんに並んでる客とか映ってえ、それ84年のゴジラで、ゴジラがリュウラクチョウマリウムにぶっ、うん、だからその中にグッと入るわけ、はい、でいいか、これがお前らだって言ってちょっと待ってくれよいやいや本当だよ、本当よ、本当よ、本当です。だからさっき書いていただいたその敵意をむき出しにしてくる感じっていうのは本当にやっぱあって、でも確かにここで今コメントでありますけど、ホドロスキーのホーリーマウンテンのエンディングと一緒じゃないそれ。まあそうそう、だからカメラズームバックとか言ってな、うんうん、でね、まあ、まあ確かに頭おかしいなこれと思って、それはそれでと思って、うん、へ、なるほど、そんなのが非常に興味深いなと思って見てたんですけど、うん、っていう、でそうこうするうちに結局ずっと付き合っちゃったなっていうのが私の実感ですよ、うん、なるほどそうか、ちょっと今度前は見てみたいと思います、はい、受けますよ結構、はい、受ける受ける、なるほどね、はい、大変だったんですよあの頃は、もうみんな狂ってながらね、大変でした、この知識レベルが全然追いついてないからな全部びっくりしちゃいますね、なるほど、お金も使いましたしね、そうなのか、じゃあちょっとパワポいきますか、はいはいはい、はい、で今回の、仮面ライダーショッカーのデザインをされた前田真宏さん、ね、うん、今回ね、あのお便りでデザインの話出ましたけれども、うん、キャリアが長いですね、平成ガメラ、ウルトラマン、パワード、エヴァー、そう、マッドマックス、フューリーロードもやられてた、うん、なるほどなるほど、で今回の、サイクロン号はこれ山下育人さんっていうのは、これはエヴァーのデザインをずっとやられてるわけですよね、はい、うんうん、サイクロン号な、かっこよかったですよ、うんうん、このマフラーがね、実はね、マフラーじゃなかったっていうね、うん、あれ何、ターボエンジン、なんじゃロケット、なんかスラスターノズルみたいになってましたね、ね、すごいかっこいいぞこれとか思ってね、はい、でこのベースになったのがサイクロン号、ね、ベースになったのが CB650R でかいバイク、うんうん、バイクね、あの免許取ろうかなってちょっと思います、いやマジか、わかるわかるマジかよ、あのさんバイク乗るんだよね確か、ね、そうなんですね、うん、あれですよね、割とこう旧世代のオタクの方はバイク乗りますよね、ありました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 、やばい今これあのチャット欄でじゃあどこで廃棄するんじゃって書いてあってどっちにも使えるんじゃないの、わかんないけど、でも、うん、ガソリンエンジンとかじゃないんじゃないですか、ないんじゃないですか、ガソリンエンジンみたいな、まあ、サステナブルだからね、はい、からの、サイクロン号、これが通常形態、うん、これがピピピュッと、これがこれになるとね、さっきのやつになるわけですね、うん、あ、で通常形態はまたベースが違うんだ、へえへえ、うん、ちっちゃい、うん、排気量が違うってことですね、うん、なるほど、あ、違うバイクなんだ、なるほど、あ、バイク自体変わっちゃうんだ、型は同じで排気量が違う、排気量が違うってことだね、とね、あ、そうなんだね、考えてる、考えてる、このバイクは確かに後からエチラオチがくっついてきたのは可愛いなと思いました、ね、うんうん、あれもちょっと可愛かったね、なんか持ってきてくれたりとか、あれもっとあってもよかったよね、あれもっとあってよかったですよ、はい、ちょっとあの、はい、なんか新聞とか取ってきてほしいよね、そう手がないからそんなルンバ的な性格なんですか琉球昇華中さん、庵野監督に注目が集まりますが、コンセプトデザインの前田真宏さん、メカデザインの山下育人さんのファンです、前田さんは仮面ライダーの仮面、ショッカー、構成員のマスク等、山下育人さんはサイクロン号のデザインをされた天才です、エヴァー時代からこのお二方は意図的に曖昧に出された庵野監督からの指示をもとに庵を練り続け、庵野監督とのぶつかり稽古で磨きをかけていくデザインのものです特に今回サイクロン号の6つのマフラーが扇状に配置され赤く光る演出やバイクが変形していく様はさすが山下さんだなと思いました、にもかかわらず山下さんのツイッターは岐阜県で可愛い飼い猫と暮らす日々が溢れておりほっこりします、なんか今チャット欄でいくつかあったんですけど、はい、あのいくつかでもないのか、あの
あのバイクが勝手についてくるのは本当にある機能らしい、ね、自動追尾っていうのがなんかそういうのがあるんですよ、またまた、あ、まあ、大丈夫ね、はい、へえ。なるほど、ね、はいはい、サニワさん、公開前から不安で不安でいっぱいでした、劇場に向かう足も重く怖いな怖いなと思いながら向かい、嫌だな嫌だなと思いながらようやく席に着きました。上映が始まるとさっきまでの不安が吹き飛ぶほど、なんでそんな嫌なのに見に行くんだ。ねえ、でも分かりますよ、とってもとってもダメで。え、さっきまでの不安が吹き飛ぶほどとってもとってもダメで、鑑賞中ずっとムズムズが止まりませんでした。庵野さんの嫌な部分が凝縮された演出の数々、同じ座組でひたすらしらけさせていくうちの、これは理屈っぽい、福田雄一作品なのではと思うほどでした。唯一良かった点は後ろをテクテクついてくるサイクロン号くんが超可愛かったこと。とはいえこれも終盤自爆させるための段取りだと思うと気がめいります。むしろコミュ障の本郷くんがムツゴロウさんばりにサイクロン号くんをよしよしと磨いてあげるシーンを入れ、サイクロン号くんを孤独のメタファーとし、終盤一文字くんというリアルマブダチを得たことで、すまないサイクロン号ボカーンで孤独と決別、僕はここにいていいんだ、おめでとう。どっかで見てんめでたいな、おめでとうさん、おめでとうしてくれたらギャン泣きしたと思います。まあ確かもうちょっとサイクロン号くんはね、見たかったところありますよね。はいはい。そしてあね、でそのライダーマスクの造形は藤原覚醒さんね、はいはい、もうね、素晴らしかったですね。素晴らしかった、素晴らしかったですね。僕でも今回その怪人のもう仮面ライダーも、はいはい、そのなんかこのメカメカしいヘルメット関係は全部かっこよかったと思ってます、うん、だからあの昔のっていうか、うん、まさにそのシンプルなデザイン、昔のね、うん、あんまりゴテゴテしてないデザインをこうきっちり、はいはい、あの綺麗にまとめてましたよね、はい、そうですね。それあのなんていうの、そのすごくあのなんていうのブラッシュアップしたものがなってきてたと思いますね。覚醒さんはこれとその仮面ライダーブラックさんもやられて、劇どもやって、劇どもやって、ありがたいこと、すごい人ですね。やっぱ髪の毛ピョインって出てんのかっこいいっすね、襟足が。まあなんかそのライダーがさ、そのバイクもその仮面もそうなんだけど、うん、まあ、これが主役なのかっていうと主役でもないじゃないですか、あ別に、はあはあ、そのまあ、その仮面ライダーってさ、まあ、バイクみんなあれ見て仮面バイク乗るようになったわけで、うん、まあ、そういう意味のあれもあった、あの影響力もあったですよね、うんうん、当然その昔のオタクがみんなバイク乗ってた、はいはいはい、うん、だからそのバイクの気持ちよさみたいなものが、うん、あったはずなんですけど、あんまりなんかそういうのをちょっと特撮っぽすぎてなのかな、うん、なんかそういうその、まあ、これデザインがよくできてるともちろん思うんですけど、うん、じゃあバイクが主役かっていうとそうでもないじゃないですか、まさにここで書かれてるみたいな。確かにね、確かに予告編の前の特報みたいなやつだと、はい、あの本当にあの昔 の、 はいはいはい、昭和のライダーでやってたようなその土のところでさ、うん、オフロードで走まくってるみたいなのがあったけど、はいはい、本編だと一切それがなかったのか、うん、なあって、うん、がっかりしたんだ、うん、他のなんか途中でやっぱあのあれ誰だ、あのなんかこう工場みたいなところでビョンビョンジャンプしながら、あ1号と2号がね、そうそうやるとかあったじゃないですか、あそこでバイクが出てくれたらいいなってちょっと思ってたんですよ。せっかくあのセットアップでその あれもだ CG モデルは作ってるわけでしょ、うん、あそこなんかそこでギュンギュン走ってってくれたらいいなと思ってたんですけど、まあそれは勝手な僕の希望で、はい、まあ、飛んでった先で、まあ、飛んでった出て降りたらまたそれバイク乗ってる、そうそうそう、すごいキャンプしていくのをバイクで追っかけるみたいなね、うん、なんかまあまあ、はい、でもそこにどうなんだろうな、それこそ最初に話に出た最初のその血みどろバトルとか、うん、あるいはまあマスクも結構脱いだり外したりしますしね、うんうんうん、なんかね、だから、まあ、結局そのこの映画の一番その気になるっていうのはポイントどこがポイントなのっていうのが、うん、まあ、その個々のオマージュとか個々の、細かいネタとかはきっちり作られてるんだけど、はい、じゃあ全体どれがポイントなのって言われるとよく分かんないんですよっていう気はしますよね、うん、確かにその時々でモードをどんどん切り替えていかないといけない感じありますよね。そこはシーンはこうやって見て、うん、シーンはこうやって見てみたいな感じに見なきゃいけなくて、確かに、うん、あスパイディさん、スパチャありがとうございます、祝3000人、うん、すごい、あら3000人ありがとうございますね、すごいですよね、うん、皆さんありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録やいいねも
はいはい、よろしくお願いします。はい、こういう時に言っとかないと。こういう時に言っとかないと。こういう時に言っとかないと。一番多い時に。はい、そうそう一番多い時に。チャンネル登録だけしてくださいね。チャンネル登録やいいねもぜひよろしくお願いします、ね。出してください、ね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、はい。泉淵豊さんですね。この人も長いですね。はい、うん、そうですね、はい。怪人マスクデザイン。はい。八王具のマスクがこれ、うん、新宿バルトン置いてあった超かっこよかった、うん、ね超かっこいい写真撮っちゃったもん。あとちっちゃいんですよね、うん、あ顔が小さい。あれ実際かぶってるとすると今の人ってどれだけ頭ちっちゃいか。まあアイドルかぶってないけど、アイドルでしょ。本当なのかな。絶対そうでしょ、なんかすごいよなと思って、うん、今の人すごいねと思って。あの塗装の感じとか本当テッカテカでかっこよかったです、うん、かっこいいですね、うん。いわゆるその泉淵さんの穴がやっぱりね、このなんかそのバルトナインさ、はい、あのショッカーの基地みたいな、はいはい、写真撮りましたよ、はいはい、撮ったんだけど。あホークとも写真撮った。いや僕が見に行って出て帰ろうとした時にホークが入ってきたんですよ。そうそう次の回に行ったので夜中の1時の回です。そうそう1号ライダーと2号ライダーって感じで。ショッカーでもさあそこに行ってさショッカーのポーズ撮んなきゃいけないでしょ。ショッカーのポーズ、いやだからショッカーのポーズって何なのと思って。いいみたいな感じ。あんまりいいってあんまりやっちゃいけないやつですよね。でもそこに乗り込んできた仮面ライダーのつもりになるみたいな。マジあそうなのか、うん、大丈夫だと思います。でもそれと後ろ向きでこう、いやでもいやだからいやじゃあ俺じゃあそれなんでかっていうと要するにショッカーって何なのっていうのがよくわからんよねっていう話で、はいはい、ショッカーのポーズがないと、うん、確かに結局、うん、昔はいいって言ってたわけなんだけど、うんうん、まあ、それ言えなくなっちゃったから、うん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 、なんかね、うん、しかも割とショッカーの各秘密基地には割とカジュアルに出入りできる感じですよね。あの割とガラッとあのやってるみたいな感じで出たり入ったりしてるよねあれ、うん、ね。まあねえ、うん、結構ちょっと帰るみたいなことが可能じゃないですか。っていうね、はい、確かに。で泉淵さんは、そうだ仮面ライダーザ・ファーストっていうね、その時もかっこよかったですね、うんうん、はい、でそれだけでなんかアギト、響き、ディケイド、これはオーズってやつかな、うん、ジオーなど仮面ライダー作品ね、あの日朝の方でもずっとやってられると、うん、はい、はあ、これアナザーアギト、うん、はあ、まあだからなんかこのあれですよね、1号ライダーのこうなんか、うん、あのそれこそ原点回帰じゃないですけど、うん、っていうようなことってのはずっと試みられてきた、うんうん、で今回のアプローチはこういうことではなくて、うん、よりめちゃくちゃ追求してるってことだよね。そうそうそう、うん、でやっぱりこれみんなやるんすよね。僕だって中学の時とかずっとあの今風にしたらどうなるかみたいなノートに書いてました。マジで、うん、すごいわかるんですよ。なんかあのライダーとか鉄人28号とかいうものをすごいハイパーディテールにして、うん、よりこうなんとかしてこのリアリティを持たせる方向にごちゃごちゃつけて、ごちゃごちゃつけて、マジか。そう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 とかね、うん、あのやってる中学生はいっぱいいたはずだし、うん、おそらくその中の選ばれた何人かがこうやって作り手になってるってことです。ここについに、ね、それを見て今見て俺たちがなんかワーワー言ってるっていうことですね。はい、なるほどね、はい、電気モモンガ707号さんです。今回の新仮面ライダーですが正直言って己あんの許せん。これはあれから仮面ライダーブラックかな、うん、という勝手な感想。正直個人的には全くハマらず面白みが感じられず、怪人のデザインが好きじゃありませんでした。仮面ライダーシリーズ正直いくつかしか見てないんですが、怪人といえば人間に異物を押し込んだようなデザインが魅力だと思う部分があるんです。ウルトラマンエースでいう鳥獣のような毒々しさを求めていたのに、何か仮面ライダーと似たようなデザイン、設定を考慮したデザインなんでしょうが、である意味仮面ライダーと同等なものとして扱っているのは怪人という特別なものが失われているような気がしてがっかりしました。まあそれは今回のアプローチがね、うん、まあそこはね、だから僕は逆にそれはいいなと思ってましたから、ね、でだからそこは分かれるんだろうねやっぱりね、うんうん、確かにね、うん、まあでも改造人間というコンセプトは少なくともね、だって今あれでしょ、その平成ライダーっていうのはもう改造人間っていうことではないっていう、うん、ああそうなの。それがだからまあ子供も見る地上波の番組でその人体を改造するっていうのも、ね、うん、っていうことなんですよ。そうだけど、でもそこは決まらないじゃないの。ショッカーでやることですからね、まあ、でショッカーも出てこないですからね。まあまあ、うん、なんですよ。今はライダー対ライダーがまあメインなんでしょやっぱり。うん、でもやっぱりなんかそのどうしてもここに戻ってこざるを得ないんですけど、先ほどもちょっと言いかけたですけど、その
仮面ライダーは本郷武史はっていうね、うん、で改造人間であるってその自由と平和のために確か自由と平和のためだったと思うんだけど、うん、悪の秘密結社ショッカーと戦うのであるっていうこの、うんうん、このナレーションがナレーションでここがまあその核だとは思っているんですよ、うん、少なくとも初代ライダーっていうもの、うんうんうん、でも悪の秘密結社ショッカーと自由と平和のために戦っていたのかな今回ってやっぱ思っちゃうんですよね、うん、なんかねなんかね改造人間としての云々その悲しみ怒りという葛藤というところは存分に描かれていたと思うんですけど、はい、やっぱりショッカーなのかな今回な、うんね、これどんどん行かないともう時間がね、はい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 、そんな本郷武史と思いますよ、はいはい、池松さんです。今回ずっとすごいですねずっとプルプルしてたんです、ねうんあれねうん、僕2度目見るまで気づかなかったんですよ。あのようやく最後の海辺のあたりでプルプルってなってるから寒いのかなと思ったらあの他の人たちは全然あったかそうにしてるから2度目見たらずっと最初からプルプルしてそれはまあそういろ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 万感極まってるんですよ彼もね。ね。うん。はい。みかんの川さん。はい。ちょっとま抜粋するとね、多くの方が指摘されるであろう特撮や CG の荒。現行のテレビシリーズを毎週視聴し年に1回公開されるその劇場版も毎回律儀に見に行っている私の身からすれば本作よりもはるかにタイトな予算とスケジュールで制作しているであろう現行シリーズと比べればそんなに悪いものではなくノイズにはなりませんでしたっていうね、うん、ああそれはあの、うん、あれですねもう今のライダーシリーズに付き合ってられる方からすると、うんうん、まあねなるほど、はいはい、もう一丁シャザムが良かったさ一つ寂しかったこと、うん、今作足りないものは変身要素、はあ、ライダーたちが敵の悪行に怒りを覚え沸点に達した時彼らは変身し人々を守るヒーローとなります。50年の歴史においていろいろな変身シーンが生まれて視聴者に夢を与えてきたと思ってます。しかし、今回は石森さん原作準拠ということもありライダーは変身とかアーマーゾーンとか、許さん変身のような、名変身シーンが描かれませんでした。仕方ないよなと諦めて鑑賞していたのですが八王子のチェンジや2号0号の消えのない変身を画面で見たときに僕の中の藤岡弘さんが己あの日で許さんとなっていましたってやっぱりな、まあ、そこはだからあのね、まあ、その演技の問題はさ、まあ、これもずっとあるんですけど、うんあのまあ、他の人他の演技もていうかまあ浜辺美波とかが多分絡んでくるんですけど、はいまあ、安野さんって一貫してこう俳優を信じてないんですよね、うん、ずっと昔からそうで、うん、でそれが常にその実写映画を作る時の問題アニメだったら俳優信じなくてもいいんだけど、はい、あのまあちょっとねっていう、うんまあ、でも、まあ、でもアニメでもね俳優信じてない、うん、声優を信じてないってことだから、うんまあ、どうなのと思いますけど、うん、特に実写に関しては、まあ、俳優信じてないって演技をさせることを、まあ、嫌うんですよね、はい、だから、まあ、完全にその今回その棒読みのセリフ で,、はい、でその熱量のない芝居っていうのはもう統一されてるんで、はい、全員が、はいまあ、ああいうことなんだろうと思って、うん、でそれはその、まあ、何なんだろうなとは思うんですよね、うん、あの確かに、うんそれあのさんはそれってでもこれに関してどう考えてもフェティッシュではないので、うん、あのなんか意図があったんだと思うんですよ。で改造人間だから、うん、なのかな、まあ、改造人間でだから感情が乏しいの、うん、でもコミュ障だからなんじゃないんですか。いやいやいや、ね、まあコミュ障言ってましたけど、うんうん、ちょっと今スパチャーをいただきました柳橋さんありがとうございます、はいうん、シングルトラマン会の時にはっきりと YOSHIKI さんが新仮面ライダー見ませんとおっしゃっていた記憶があるのですがすいません。今回ブラックホールチャンネルで取り上げてくださってとても嬉しいです、うん、こうニラソワ先生の怪人デザインがとってもこのあニラソワさんは僕あのサイン入りの、作品集を持ってます。当時あの、うん、バイトしてた造形会社のつてで、はいはい、その時にいただいて、うん、あの平沢さん の, あの造形すごい好きですね、うん、あの本当創生されて非常にあのなんだろうすごい才能を失ったと思っております、うんはいうん、まあそうなんだよな。なんかそのまあでも主人公がまあね秋山さんの言うようにコミュ障であり、うんうんでまあ、それに相対する浜辺さんは、まあ、あれは何なんですか。あれは人造人間ではない
人造人間的なものなんでしょ。でも目がなんか光ってましたし、光ってたから、うん、あ、そうそう、あれもね、あ、そうだ、ごめん、いい、うん、そのさっき言ってた、その、いや、だから僕はその、これ深読みしすぎなのかもしれないですけども、うんうん、さっき言ってたその英語の問題があったじゃないですか、うん、でそれが 何らかの コンプレックスの発露なんじゃないかみたいなことを僕は思ったって言ってたじゃないですか、うん、それがその目の変わるところもあったんで、よりそう感じたってところがあって、うん、あの青くしなくていいじゃないですか、別に改造人間だったら。なんで青い目になるのかなってことをちょっと思っちゃったんですよ、その時。あ、うん、だから黄色、黄色でも赤でもだから赤だと悪っぽいとかいろいろあるんでしょうが、しかしあのその、まあ、青はクールだ、ああ、まあそういうことかまあでも多分そんぐらいのことであんまないんでしょうけども、うん、なんかデジタルっぽいからとかそういうことだと思いますけどね、うん、ちょっとなんか二重にそれをちょっと思ったんでね、僕は、うん、なるほどね、うん、まあそうなんですけど、まあ彼女は彼女であんななんかね、うん、かと思えばなんかちょっとあれでしょ、カードを見るとショッカーの人工子宮実験の生き残りと書いてある、はあ、そういう設定なんだ、はあ、まあでもまあその設定はね後付けだから何でもなんか、まあ、要は何であんなにしたのかっていうことなんですよね、うん、しかも量産型ルリコみたいなのが500人ぐらいいたでしょ、うん、あそこで面食らいましたけどね、うん、そういう話なのかと思って、うん、そして泡と消えましたから、うん、だからまあそんなですよ。だからまあその2人がね、まあでもルリコさんも時々急に甘えてきたりとか、なんか情緒がいろいろ不安定な、まあ、でもみんな思ったことでしょうけど、やっぱ人工子宮から生まれてるっていうのがやっぱ綾波なんですね。はあ、うん、いやいや、まあ、まあ、そういうふうに解釈しない方がいいよっていう話をしてまあ、それで納得した気になってはいけない、うん、まあ、あんのはそういう方向に誘導しようとしてるから、こっちは、はいはい、でもまあ主人公2人がねそんな感じで、まあでもこの人ですよね、やっぱり、うん、一文字ね、一文字隼人、はい、うん、この人は良かったんじゃないですか。良かったですね、うん、なんだかんだまあ、その監督その人の話にあまりこう引き寄せるのはどうかと思っているものの、やっぱりなんだかんだこういう竹を割ったような人の方がいいんじゃんって思うとこはあるわけ、うんうんうん、その庵野監督 のアニメだ、まあ、映画だにずっと付き合ってきてですよ、うんうん、あの20年前はもうなんかもうみんなあのほらそれこそ情緒がおかしい、うんうん、あのちょっとね、油断するともうなんかあのね、なんていうんですか、どっか行っちゃってなんか頭おかしくなっちゃいそうな人たちばっかりだったけどそれこそエヴァとか見てても、うん、新しいシリーズとかもうなんかもう大変だねみたいな、うん、やれやれみたいな、なんかその竹を割った人が出てくるわけです、うん、出てくるようになった。なるほどなるほど。で今回の一文字隼人もですよ、うん、あのこのスッキリね、スッキリしたとか言うわけじゃないですか、うん、スカッとスッキリみたいななんか結局ほらそういう人の方がいいんじゃない、ほらあなたもさっていうね、まあ、いう感じ、うん、でもそれはそうなんじゃないかなあと、あ、今ね、小野日さんスパチャありがとうございます。割り切りが行くところまで行ってトップが一作目を見た時のコラージュ感を感じました。あ、それはさっきもちょっと話で出ましたけど、うん、コラージュ感覚は確かにあったと思うんですね、それはね、うん、さて、はい、すいません。でそんな、筋肉かまぼこさんからのお便り、一文字隼人がオールタイムベスト級に好きなキャラクターになりました。初登場時お見せしようと変身ポーズを決めた瞬間、かっこよすぎて劇場で漏らしそうになりました俺は群れるのは嫌いだ、この感じ好きだと好き嫌いがはっきりしている一文字、超大具に両腕をやられていいと、ショッカー隊員のようにうめく一文字、ここぞという時は腹の底から声を出して勇ましく戦う一文字ルリコに洗脳を解いてもらい号泣する一文字を見て、ああこの人もなんかいろいろあったんだろうなと勝手にもらい泣きをする始末好きな場面を挙げるとキリがありませんが、軽口を叩きながらひょうひょうと戦う感じと、最後には一人きりの孤独なヒーローとして戦うことを覚悟するのが、ノーウェイホームのトム・ホランド版スパイダーマンに似ているなと思いました、ね、まあ一服の清涼剤でしたね一文字隼人とね、あの原作、まあ、てかあの石の森漫画の方とか見るとそのまんまのキャラクターでね、うんうん、いいんですよね、やっぱこれ抜けがいいキャラクターをやっ、うん、そうそう、今日だから、まあ、映画ですから、一文字隼人初登場のそのさ、なんか、はい、あのそのサボ展開見てたんですけど、はいはいはい、あのすごい同じ感じの人が、ね、うん、あ、そうなんですね、やっぱりね、面白かったです、はい、そうですよ、いいと思いますよ、うん、はい、あとなんか俺特撮に出てくるやなんかライターとか、はい、ジャーナリストとかって無性に好きなんですよね、no、ああルポライターっていうそうそうそ う, そうなんかゴジラとかでもやたらとそういうのが出てた時代であったじゃないですか、久しぶりにそういうのがあってよかったなって
ターンにするだけです。ルポライターって、ね、何やってるかわからないですからね。今回は一文字ですね、うん、ということで、一文字に関しては仮面浪人 V3 さんですね。仮面浪人 3年もやってんの。やめた方がいいんじゃないかな。はい、シリアスに描けば描くほど仮面ライダーという題材がそもそも持つトンチキさみたいなものが目立ってしまうという問題に対して、あえて B 級的というか悪ふざけみたいな演出やオマージュを入れ込むことでそのトンチキさを前面に出し味にするというアプローチ自体はいいと思います。ちょっとキルビルを思い出しました。ただにしてもちょっとひどかったとは思います。お金がなかったのもあると思いますが、それからこの映画を見て、あ、庵野監督って俳優に演技つけるとかセリフ回しとかマジで興味ねえんだなと再確認しました。ただ終盤、ライダー2号が助けに来て、行くぞ本郷、行くぞ一文字からのライダーポーズバーンの下り、あのポーズ、あの今となってはギャグにしか見えないあのクソダサポーズがこんなにもかっこいい、本当にあそこはかっこよすぎて打ち震えました。わかるな、当然モーションアクターは、はい、庵野さんっていうね。なるほど。まあね、よかったと思いますよ、うん、なんかやっぱりでもあの、いやでもその演技つけるのに興味がないんだとかって、まあそう思うところがなきにしもあらずではあるけれども、うん、まあ、演技はあの俳優さんはとても良かったと思いますよ。あ、いや、まあ、頑張ってるとは思うんですけど、うん、ただそのやっぱり信じてないとダメですよね。まあ確かにね、それはね、それはその庵野さんの多分最大の問題っていうか欠点で、まあ、俳優をし、うん、もし実写をね作るんであれば、まあ、そのシン・ゴジラの時とかは、うん、あの俳優を信じるない代わりに全部その絵として撮るという手法で乗り切ったわけですよ、うん、で、まあ、シン・ウルトラマンはまあちょっと演技させてた、まあ、頑張って、うん、で今回は本当にその俳優に演技をさせない、俳優の演技を信じないっていう態度が露骨に出てて、まあ、これでは一本の絵が辛いよねと。だからまあその一文字隼人、うん、あのタスク君がいいってみんな言うのは多分彼は本当にちゃんと演技してたじゃないですか、うんうん、してた、うん、だからまあ結局映画なんで、うん、実写映画なんでやっぱ俳優がちゃんと自分の役を信じないとダメだよね。そうですよね、うん、そうなんだよな、うん、あのヘルメット取って泣いてるところとかも良かったですよね。すげえ泣いてんなと思って、うんあと時々大きい声出すところが良かったよ。本郷って言って。ちょっとだからプロレス的なね、うん、いいな本郷って俺も言いたい。はい、はい、からのルリコ、うん、はい、ね、今回大活躍でしたよ、うん、ルリコさんは、ね、はい、モンゴリアンチョップさん、一番の感想、浜辺美波が美しいね。テレビドラマキラキラ青春映画はスルーしている私にとって、よく名前を聞くしコマーシャルで顔を見たことがあるのに、やがて海へと届くという映画一本にしか出演していない謎多き女優でした。しかし、新ライダーでドハマり、これでもかというアップショット、それに負けない顔面パワー、こんなに美しく俳優を撮ることができるんだなと監督がね驚いて、八王子が私はルリルリに殺されたいと言った時に俺も殺されたいと心の中で叫びました。映画自体は基礎知識がない私にとっては上がるシーンが一切なく退屈な2時間でした。ダメじゃん。はい、でも綾波レイのような浜辺美波には満足しましたって、ね、うん、はい、もう一人ナシさん、ライダーを見に来たのに美人女優の顔ばっかり見せられたのは大いに不満でした。いや、いろいろあるな、うん、女性を出すなら一文字隼人を女性キャラにしてしまえば済むし。そうなの。マスクとプロテクターで顔も体つきも一切隠してしまえばいい。バイクの後ろに一人の女性をずっと乗せ続ける、どこが孤高のヒーロー仮面ライダーなんだろうかと思いました。はい、あ、でも僕思ったんですけど、はい、僕途中で映画見てて、うん、ルリコが仮面ライダーを引き継いで新たな仮面ライダーになるんだと思って、はあ、そうなりそうな感じあったじゃないですか、マスク渡されたりして、はあはあはあ、で、あ、それはちょっといいんじゃないのと思ってたんですけど、そしたらなんか なんていうかこうその物語上の都合で殺されてしまった感があり、うん、はいはい、ちょっとそこは残念だったんですよね、すごくね、うん、うん、っていうことは思いました、うん、そうですね、うん、なんかそうだよな、後ろから刺されてなんかって太陽に吠えろかっていう感じもちょっとしたしな、なんかな、うん、やっぱりなんか
ねえ、うん、はい、ルリコライダー見たかったですね、ルリコライダー、うん、はい、でもどっかに撮ってあるっていうから、あの魂を、あ、そっかそっか、そのね、うん、あるんだよね、うん、いや、まあ、それをダウンロードして言ってるだけだから、うん、もうあんないよねあれねはい、もう一丁、ヤジコさん、気になったのが女性キャラたち、女性はこんな感じでといったテンプレ的な描かれ方にしか感じられず見ていてつらかったと。庵野さんの描くお人形のような女子が徐々に人の心を持ち始める的なヒロイン像が今回は本当に自分で嫌になるぐらい気になってしまい、甘いキャメル色の甘いキャメル色のコート、もっと渋い色の方がいい、うん、にヒールブーツというビジュアル、コミュ障といった言葉、急にダダをこね始める着替えシーン、そんなに泣くほど仲良かったとは思えない旧友を失い仮面ライダーにツンデレにつぶやいた甘えワード、これが堕落決定打でした、などなど、うん、長澤まさみのセクシー怪人やツインテール八娘にしてもキャラが立ってていいんですが、逆に言うとキャラ的な女性しかいないように感じます、うんうんうん、まあね、確かにね、ね、かと思えば急になんかあのなんだっけ、あのキャラクターが割とこう一貫してないなと思って、はいはい、あの割とこう冷徹な感じで出てきたと思えば、うん、なんか急にあのところがギッチョンって言うんですよはい、はい、あれはびっくりした、うん、びっくりしたでしょ、うん、びっくりした、どうした、どうしたの、ああいうの好きだよな、うん、だから好きなんだよ、まあ、まあ、ね、あ、ごめん、またごの、それをやっちゃいけないという庵野さんが好きというね、フェティッシュに落とし込んじゃいけないんですけど、まあ、でもあれは好きなんだよね、ああいうギャップを作るのが、うん、キャラクターの作り方だと思っている節があります、庵野さんには、うん、なんか結構明るいじゃんとか思って、なんかね、うんうん、はい、ペンネーム E さん、はい、シン・ウルトラマンにもありましたが、作品にたびたび出てくる大衆へのこだわり、はあ、とそれとは裏腹な映像の無習慣、浜辺さんが本郷に向かって臭いと言い放つ、本人も何日も着替えてなくて竹野内豊に、用意してもらった着替えを受け取り、ああ、しかもこれはあれか、斉藤匠さんですね、下着は女性警察官が用意してないから私は見てないとまで言わせて、シングルトラマンの長澤さんでも同じようなことがありましたが、大衆へのこだわりはちょっと異常なほど、庵野さんの風呂嫌いは有名ですが、ここまで大衆を意識させる理由は何なんでしょう。風呂嫌いが有名なんだ、全然知らなかった、うん、そうなんですね、今はあれそうでもないじゃないですか、嫁さんに入れられてるでしょ多分匂いへの執着がある割にはライダーが敵と汗だくになって戦っている割に画面から汗臭さを感じないのです、はい、これは役者さんたちがみんなイケメンだからかもしれませんし、戦闘の大事なところを CG で処理しているからかもしれません。これはもしかするとショッカーで改造された人間が死ぬとき石鹸のような泡として消えることと何か関係があるのかもしれませんが、私にはよくわかりません、まあ、あの人間味がないんですよね、そのさっきも最初からずっと延々と言い続けている人がいない世界、はい、人がいない画面で、脱臭されたちゃんとルンバがちゃんと掃除してる感じの、そうですよね、一つ落ちてない感じのね、なんかまあ美学潔癖症的な、ね、いや、やっぱり2度見て痛感したんですけど、なんていうか画面に本当その土ぼこりとか、うん、煙、うん、汗とか汚れっていう、そのなんかよく僕らも話してその画面を汚すじゃないですか、はい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 、監督ね、うん、なんかそれこそほら煙を焚いてみたりとか、うん、そればっかりがいいってわけじゃないですけど、うん、それがやっぱあまりに今回ないんですよ。だからクリアな絵、クリアな絵が欲しい、まあ、全部そのノイズっていう風にこう感じてるんだろうんですよね。だからあの本当あのパキッとした 8K のパキッとした絵みたいなのが、うんうんうん、まああの見たくて、はい、本人にとってもだからそういう意味ではその画質優先みたいなところが、そうそう、わかんない、そう、まあ、その割にはシンゴジラあれかよみたいなのがあるんですけど、でもね、そこに関して言えばそうなんです、すごくパキッと綺麗な絵に、絵に対するこだわりがあるのかと思えば、うん、iPhone で撮った絵っていうのは今回もやっぱ出てきて、はいはいはい、その画質の違い、うん、やっぱりだってドルビービジョンとかで見てたんですよ、うん、ドルビービジョンに対応はしてないとは言ってましたが、にしても、うん、なんか明らかにもう解像度が足りてないじゃんっていう、うん、時がやっぱあるんですよ。なんか不思議だよなと思って、そのこだわりどころがね、うん、確かにね、大衆へのこだわりはちょっと分かんないですね。確かにシン・ゴジラからずっとやってますから、うん、臭い、うん、
次回はちょっとその匂いが匂いオドラムカードオドラマカードオドラマでねオドラマでオドラマでやってほしいね映画ねどんなに臭いんだろうって臭いって言ったらこう嗅いでやばいあ確かに臭いねそれでみんな、はい、ハモフィネミの匂いとか嗅ぎたかんでしょあそうそうただの絶対じゃないからやだよ絶対ですねはいはい蜘蛛オーグ、はいはい、この方大森直さん大森直さんの声で喋ってたんですよね、うんはい、からの大森大奥、まあ、これはあの、まあ、この後で順番に出てくる、はい怪人、はいまあ、その怪人があまりにもこの扱いがこうでかかったり近かったり適当だっていうのですけど、はいまあ、僕その今回の映画に関しては、まあ、皆さんその、キューティーハニーのリベンジっていうふうに言ってるじゃないですかで、まあ、そうだと思うんですけどまあ、一番俺を見てて思ったのはやっぱ怪人が弱いっていうか、うん、その面白くないのよ、うん、で、それはさっきのあのさんが俳優を信じてないよっていうことにつながるんですけど、うんうんうん、俺ね昔そのキューティーハニーの時に、はい、当時朝日新聞にレビュー映画表を書きまして、はい、でそれでミッチーが素晴らしいってミッチーミッチーのことしか書かなかった、うん、なるほどでミッチーこの映画本当ミッチーが素晴らしいって言ったら本当ミッチーの写真をミッチーがなんか変な怪人役で出てくるんですよ、ね、ははは怪人人間の役で、はいはい、なんか中ボスかなんかの役で出てくるんですけどで そのシーンだけが本当に素晴らしかったんでもうミッチー最高って書いたらミッチーがミッチーさんがねコンサートでなんか朝日新聞で僕褒められてたんだけど本当かなとか言ってたっていうよかったですねあれは、まあ、本当にそこだけは良かったんですよ、はい、でだ今回それがないないっていうか、まあ、結局、まあ、それに当たるのがおそらく2号いや八王宮さん八王宮さん西野七瀬なんだろうと思うんですけど、はいはい、いや正直ねうんあれではねっていうあれでは一本の映画を支えられんなっていう確かにそうなるほどはい、うん、確かになそう、それがね一番その怪人が結局こんな変な怪人が出てきて暴れ回るんですよと、うん、で何を狙ってるかよく分かんないんですよっていう時に、うんまあ、最後ももちろん森山未来がラスボスなのはいいですよ、はい、森山未来役者としても すごい、うん、いい役者だと思うし、何でもできるしな彼はねいいんですけどでもその前でさやっぱりなんかあんだけトンチキな怪人が次々に出てくるんだから、うん、もうちょっとそこで魅力を発揮してくれないとそうなんです、うん、単純にでも今回怪人悪いことしてないですからねあんまりいやまあいや思いちゃうね、うんうん、だって全部アジトに殴り込みに行ってるわけじゃないですか、うん、カジュアルに殴り込み、うん、なんかやってるなんて、ね、どっかやってるだからどっかで悪いことをしてるところに駆けつけるみたいなことがそうなんだよ なんか本拠地にね乗り基地に乗り込んで退治するっていう どうしてそんなみんななんでみんなそんな秘密基地なのにそれ今度乗り込めるのか分かんない困っちゃうな困っちゃうといえばロボット刑事です、はいうん、あでまたロボット刑事ねロボット刑事系これが出た時はやっぱりびっくりして、はい、巣はこの後じゃあイナズマンとかも出てくるんじゃないかとかそのなんか石の森サナギマンとかそうそうユニバース、うん、っていうそういう話なのかなって一瞬思うところはちょっとありました、うんはいうん、でもそういうことじゃないね、はいうん、びっくりした、まあ、このケイという存在がまたそのショッカーなる組織の存在をより一層分かりにくいところにしているよなっていう、うんうん、はい、はい、あこれはそのこれあれですか何これチャット GPT ってやつですチャット GPT でそうだ AI つながりで AI つながりチャット GPT に聞いてみたですね聞いてみた柳澤が聞いてみた、ね、聞いてみた聞いてみた、はい、そうめちゃくちゃですよ言ってること、ね、すごいよこれ何だよこれだってなんだっけチャット GPT 適当だなと思って主人公は新庄タキシードさん新庄タキシード誰だよ新庄タキシード主人公は新庄タキシード気になるよねどんなやつなんだろうな内面の葛藤や苦悩をはい、表情やセリフ背景などを駆使して描写してます何も言ってないじゃん何もない何も言ってないこれ皆さんちょっとね皆さんも聞いてみてください、ねうんはい、
そのうちちゃんと、ね、はい、みんなが聞いてるうちにだんだんまともになってくる。あ、まあ、そういうことです、うん、そういうことです。新庄タキシードについてこれからあれかと思ったんですけど、タキシードってだから仮面っていうキーワードから連想して、あ、タキシード仮面、タキシード仮面で引っ張ってきちゃったんじゃないかなって。新庄はどっから来たの？いや、新じゃないですか。あ、そうか、なるほど、そういうことか。しょうがないな、で初手から間違ってますもん。柳橋さん、スパチャありがとうございます、はい、庵野監督は怪獣や怪人などの悪役に対する美学やフェティッシュはまるでないのでしょうか。あるんじゃないですか。そんなことないと思う。あると思います、あると思いますね、それは、うん、いろいろあると思う。だいぶこだわってんじゃないかなと思いますけど、はい、そして立花東兵衛です。立花東兵衛、これあんなさ、なんかバットマンとかアイアンマンレベルのバラし方する必要あんの、うん、立花だ、ね、普通別にもっと前から分かってたって別に困んないと思ったんですけど、別にだって名前が立花っていうだけだからさ、うん、そうそう、東兵衛さんじゃないし、で、うん、東兵衛はだけど原作だとバットマンみたいな感じで執事なんだよね。まあね、そうです、ね、今後漫画だと思うんです、ね、そうだよね。でテレビだとおやさんですね、バイク屋とスナックの親父なの。そうそう、バイク屋兼修理工場兼スナッ ク, ナック、あ、よくわかんない、よくわかんない、ちょっと難しい。だけどこれ新ウルトラマンからの流れで言えば西島さんじゃないとおかしいでしょ。立花東兵衛、ね、うん、ね、そういうことか、キャップがやんないと、うん、でも、まあ、あれか、それはあのブラックサンをやっちゃったからってことなのかな、ね、はい、それはちょっとどうなのって思いましたけどね、うん、そうそう、はい、まあ、なんかね、それ言われてもねえと思って、ね、正直だから僕は立花東兵衛が俺見る前はさ、てっきりあの塚本さんが立花東兵衛だと思ってたんだ。あ、思いますよね、思ってた、あれ死んじゃったと思いましたよね。もったいない、そう、それやってほしかったんだよな、ね、本当にね、うん、はい、はい、そして、滝です、はい、うん、ね、うん、FBI で、はい、FBI の滝、 FBI の滝、うん、世界を股にかける FBI の、うん、っておかしいだろうっていう、うん、世界をまたにかけないからな。FBI はフェデラルですからね。はい、滝和也はあれですよね。でもあの僕は仮面ライダースピリッツっていうね漫画だけはね読んでるんですよ実は。うん、すんげえ長いんですよ。うん、あれはあれでおかしいんですよ。10人ライダーが次々出てきてはねひたすら死闘を繰り広げ続ける、もうあの40巻ぐらいある漫画でね、読んでるとそれをせず頭おかしくなってくるんですけどね。そこでも滝は大活躍です。高橋一子さんもスパチャありがとうございます。はい、滝出てきて、あ、ウルトラマンだと思ったら違う人なんですね。滝なんですね、うん、滝、うん、はい、でももう一つやっぱりその庵野監督のなんていうか、こういうことも言うとまたあれだって言われるかもしれないですけど、この権力に対する疑いのなさっていうか、ちょっとなっていう、すんごいカジュアルに公案を出してくるでしょ。はいはいはい、まあずっとそうですよね。うん、次のお便りがあるんだ。ああ確かに、デビルマン原理主義者さん、はい、新ウルトラマンは樋口監督作品だったのでどこか中途半端に感じていました。俺はもっと庵野 100% の作品が見たいと思い、新仮面ライダーは非常に楽しみにしていました。それでこれです。それでこれです。どれだ。ライダーはいつだって傷ついたものの味方です。何も悪くないのに怪人との戦いに巻き込まれてしまった普通の人々、つまり私たちです。私たちのためならば、ライダーは政府とも国とも世界とすらも戦ってくれます。その姿ははぶられて孤独で傷ついた小学生の私にとって明日も学校へ行くための最後の希望でした。庵野監督もそうだと思っていたのですが違ったようです。ライダー仮面ライダーを公安の犬にするって何ですか。それじゃ公安の味方で傷ついた私たちの味方じゃないじゃないですか、うん、綾波レイっぽい浜辺美波のケツを追いかけることしかしない仮面ライダーなんて仮面ライダーじゃないですよ、うん、結局庵野監督は綾波レイのためにしか戦えないんですね。正直もうかわいそうだとも思ってきました。もう二度と庵野監督の作品は見たくないですが、ブラックホールがそれでもこの映画の良さを伝えてくれるならまだ希望を捨てません。どうか傷ついたリスナーのために今一度立ち上がっていただけないでしょうか、仮面ライダーのようにって。うん、うん、いやなんかお話を転がすために邪魔なものっていうのをできるだけ排除するでしょう、うん、はい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 、そうなんだよね。その画面を統一するのと同じで、うん、あの物語上も結構都合のいいように、はい、あのノイズとして排除しちゃうんだよね。その仕事のできない人が出てくるストレスをなくしたいっていうようなことをどっかで喋ってたのを見たような気もするし、それはそうなんですよね。
そのだから物語運び上でその障害になるものっていうのを極力排除したいっていうで、まあそれはそれでただ僕は戦いたくないんだとかなんかあの辛いんだって言ってるのは物語の障害にはならんのかいっていう気持ちは僕はずっと持ってるんですけど、ただそのためになんかすごく権力公権力っていうものに対する批判のなさって警戒のなさっていうものがちょっとどうなのってやっぱ思っちゃうんですよ。こういうこと言うとまたあの反日極左の売国だって僕は言われますけど。あ、ゆうわじさんもご視聴ありがとうございます。まあでもさ、あれでもなんかあれでしょ、日本の一番長い人がすごい好きなんでしょ、安野さんって。好きだし、岡本喜八そうですね。信者ですからね。激動の昭和史沖縄決戦だって大好きだって言うんだけれども。うん、それ不思議ですよね。なんかね、その、こう。なんだろうな、その物語上のっていうこともあるんだとは思うし、うん、まあ、今回そのショッカーがなんかそのよくわからない、うん、あの組織だ、愛の秘密結社だっていうせいも、うんうん、あるのかとは思いますけどね、うん、でもわざわざね、FB ではその公安に命じられていちいちどっか行くってだけの物語ってやっぱどうかなとは思いますよ、うん、まあ、公安の犬だもんね、うん、だってそれ以外に、ね、物語の推進力みたいなものって一切ないじゃないだと思うし、うん、でまあなんかそのうんでやっぱりのそこがどうしてもそこにどうしても僕なんかあれですけど、うん、もう人間がちっちゃいしあれだからあのきっかかりを覚えちゃうんだよ、うん、でもう一つやっぱりその仮面ライダーといえば仮面ライダーブラックさんっていうのを僕ね、うん、さあ禁じて見ていたんですよ、うん、10話もあってね、はい、見ても終わんないですけど2日で見たんですよ。偉い、すごい。あれはあれでもうなんか、まあ、ある種その中核の部分では今回と真逆みたいな、うんうん、まあまあ、はい、でブラックさんはもう今のいわゆる世相っていうものをもう入れ込めるだけ入れ込んで、うん、みたいな。なるほどね、はい、で息子の息子さんブラックさんとは真逆です。真逆なのよ。そう、ね、でまあそれがまあ 100% うまくいってたとは全く言わないし、うんうん、でじゃあその世相を切り取ればそれでいいのかといえば決してそんなことはないと思うんだけれども、うんうん、なんかその俺はどっちかっていうとそのブラックさんの方が不器用は不器用なりに頑張ってたなっていう気はすごくしたなと思います、うんうん、なんか、うん、同じぐらいやっぱりその物語としてそんなにどっちもうまくいってないんだねって思うなるほどとするとねっていうとこあるな。なんかライダーを使って何かをしたい 100% と、うん、単にライダーだけを焼きたい 100% みたいなのっていうねがありますよ、うん、まあ、なんかね、もう俺はやっぱり一番見てて、うん、頑張ってほしいなと思ったのはその、まあ、じゃあライダーの快感があるのかということなんだよね、うん、その、まあ、要はそのライダーキックの快感っていうものがあるかっていうと、正直そのライダーキックを決める時のさ、決めてあのバーンと爆発するっていうのがあんまり冴えないじゃないですか、正直。あのアニメっぽいアニメの、うん、あのね、アニメのこれググググみたいなやつって別にあれ見たいのかっていう気はするんですよ、うん、神尾五郎さん、スパチャありがとうございます。ホークさんのおっしゃる貢献力の無批判さはシン・ゴジラからずっと思ってました、うん、ブラックさんの方に心を動かされたと、うん、と思うんです。でシン・ゴジラは100歩譲ってああじゃないと、うん、その姿勢の誰かの話そっからの目線だと物語が成立しないから、うん、っていうね。それでまあそのある程度その何官僚のはみ出し者が頑張りましたっていう話でそこはまあなんとか我慢じゃないな、納得はできたんです、うん、でもだん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 で、でも仮面ライダーってもっと個人的な話でしょっていう、ああそうですよね、言ったらあのどなたかも書いてられるその時代劇的なっておっしゃってるけど、うん、それこそだからその何ですか、まあそのまああれですよね、悪の組織を裏切って、うんうんうん、なんていうかそのまあよくある形ですよね、はいはい、うん、まあ子連れ狼とかもそうだし、うん、だけどそれにしたって権力に抗う話でしょっていう、うん、で別にそのお上ももちろん信用できないし、で自分もこっち その元の悪の組織もからは追われているしっていうその孤独、うん、でもそこはやっぱりその人間の自由、まあだからさ、うん、今ちょっと思ったんだけどさ、うん、別にこの無責任に提案言うだけだけど、はいはい、今それ聞いててすごく思ったのは、うん、別にその今のまんまでも全然いいんだけど、うん、その
サソリオーグが惨殺されたことについて、はいはい、仮面ライダーが何らかのためらいなりなんかおかしいんじゃねえかって思うところがあったら、あの公安の設定はそのまんまでもだいぶ違ったんじゃないのかな、はいはいはい、つまり結局その公安との関係性っていうよりも仮面ライダーの方の心情として、はい、そこでなあのだってそれはまさにその怪人を惨殺するわけじゃないですか彼は、はいはい、そこのところ何らかの葛藤が あったらすごいそれはスッと胸に入ってきたような気がしますよね。そうなんですよ、うん、なんか実はだからそんなにライダーでそのライダーの中核をなす要素って、まあうん、だって孤独っていうこともきっとあるでしょ、うんうん、孤独じゃねえよなあんまりなと思うわけ、うん、だって手挙げたらなんか大水持ってきたりするんでしょ、うん、なんか手挙げずっと見守られてる人ですからね。そうですよ、うん、で確かに吉木さんの言う通りでやっぱ八王子とかさ俺は殺さないって言ったのにやっぱその後ね、なあ八王子殺してさ、うんうん、まあお前の仕事だったら仕方ないっていやそんなねやっぱ俺自分が手出さなければいいのかっていう話だもんね。そこがやっぱりその物語を進める上での障害を排除していくっていうのはそういうことだと思う、うんうんうん、あそこで一鎖なんかお前とかいやだってって言えるとそこでまた尺を取っちゃうから、うん、まあ分かる、まあまあ、分かるぜってまあお互いの立場を理解するったらもう話先進められるしね、うん、伊藤岡さんもスパチャありがとうございます、うんうん、いやねえ困っちゃうなんかまあちょっとだからそういういろいろね、うんうんうん、はい出た出た笑っちゃったサソリオーグでも確かになこの人何のために、うん、この人もっと活躍してほしかったんでしょ、うん、僕は、うん、いやでも ね長澤まさみだって立派な女優じゃないですか。いやそうですよそうですこんなのってあんな感じ出てくれるんだって本当ですよ。まあそれはいいんですけどね、うんだから、まあ、まあもったいないよね、うん、無駄遣いですよ、うん、正直しかもやっぱりねどっちなんだ監督って思うんですけど、うん、基本真面目なすごい真面目な映画じゃないですか、うんうん、真面目かっていう真面目です、ね、あんなプルプルしてるしあんなさ真面目だもんね、うんうん、だけどねこれあのサソリオーグはね、うん、2回目見てやっと気づいたんですけどね、うん、なんか画面外で死んじゃうじゃないですか、うん死ぬ時ね音声だけになるでしょキャーっつってうわーって痛い痛いとか言って、うん、最後ガクって言うんですよ嘘あセリフでガクッと、うん、ガクって言うと死んでた、ね、本気かって思って、うん、どっちなんだ真面目なのか、うん、ふざけてんのか逆なのかどっちなんだいって思いましたけどガクって言うんですよガクって言うんですよ死ぬ時の音ガクッ長澤まさみさんがガクって言ってました、うん、っていう、ねうん、っていうそうそうだからそうなんだよな確かにそのあの特殊部隊をね皆殺しにしてるわけだけどなんかよくわからないな、うん、澤田チャッピーさん、うん、サソリオーグのシーンだけ急に福田雄一感を感じたら自分だけど随所に出てきますね、はい、福田雄一感ね、はいうんはいうん、ちょっと何だったんだろうサソリオーグ、まあ、こことかが本当ちゃんと面白ければさ、うんまあね、あのバカ開演の意味があったと思うんですけど、うん、ちゃんとした役者がああいうことやるっていうのはね、うんうんうんね、そうなんですよね。であとやっぱりそのなんそれこそねその権力の恐ろしさみたいなものも描けたと思うんだけど、うんうん、あそこちょっと特に浮いてるしこの映画の中で、うん、でだからねちょっとやっぱ気にはなりました、うん、そうだしかもやっぱりあのまた英語ですよねここで、うん、そうそう謎の英語、うん、謎の英語が、うん、何なんだろうそこ分からないそこまだ分からないはいからの八王具メットかっこよかったですねメットかっこいいですね、うんあの八王具のこの眉間になんかエヴァ2号機みたいなパーツがついてるねこれ、うんはい、からの KK オーグこれはね言いたい俺、はい、カメレオンは C です、はい、そうなんです確かにいやでもなんだっけあの仮面ライダーの なんか画面映るなんかでも、うん、バッタってローマ字で書いてあるんですよねそうそうだからそっか確かにカメレオンは C ですね本当だ C です、うん、まあわざとやってるんでしょうねそうローマ字入力にしとくと多分 AI が読み上げた時にあのバッタとかカメレオンとかちゃんと日本語風に発音してくれるんですよローマ字で日本語ってことだって今コメントでもありましたけどそうなんじゃないのかな多分、うん、そうでカメレオンってちゃんと本来の綴りで書いとくとまたあの AI が急にそこだけ発音変わっちゃうからってことじゃないですか、ね、キャメリオンなるほどキャメリオンキャメリオンそうかそうかそうなるほどだからそういう問題じゃないですかね、うん、やっぱでも
こいつやっぱよーし本気出すぞっつってさ透明マントを脱ぐじゃないですか。意味わかんない、逆だろってやっぱ分かんないよね。カメレオンがカマキリなんだからさ、こっそり近づいて暗殺するのが本領でしょ、うんうん、どう考えても、うんうん、そのための武器じゃない、何やってんだろうと思ってバカなこいつ確かに、ね、いやでもそこはあれですよ、きっとそのカメレオン能力で接近して後ろから刺して、うん、あとはそのカマキリ、いやカマキリもカマキリも基本的にはこうずっと動かないでこうパッと襲う暗殺者ですからね。カマをカマをシャキン出してましたから、うん、あの2秒でもがれてましたけど。何なんだこいつは、まあ。何だったんだろうっていう気がしましたね。いい加減にしろと思って。一番強いんじゃないのお前どう考えても。確かに。いろいろ謎が多い。まあ、これもメットはかっこいいですよね。メットはかっこいいですよね。うん、なんかね。うん、はい。からの仮面ライダー第0号。ゼロ号、うん。これ出てきた時 V3 なんじゃないかと思った人いるでしょ絶対。ダブル台風でしたし ね、白いマフラーだったしね。うん、ね。うん、なんでゼロ号とか言ってんだろうね、うん、やっぱりなんかあれなんじゃないですか、うん、だってね最初さなぎだったわけじゃないですか、あ、はいはい、だって画面の中にいた、あ、いたいたわけでしょ、うんうん、そしたら仮面ライダーになってなさそうな感じ、まあでもほらやっぱりそのあれですよ、親父に対する何かがあったんですよ、そうは言っても、うん、なんかそんななんかどこの誰とも知れんようななんか若造を改造してなんか最高傑作だとか言ってるけど親父よと俺だろうとだからこそのゼロ号っていうね解釈を私はしましたけれどもね、え、うん、でも今ちょっとコメントでありましたけど、はい、この人ライダーじゃないからバイク乗ってないから、ね、バイク乗らないっていう問題はでもほら置いてあったし、置いてあったか、うん、あ、あったね、多分乗ってたんだ、乗ってはいるんだな、暇の時ぐるぐる回ってなるほどなるほど、あ、じゃあじゃあまあ大丈夫大丈夫大丈夫ちょっと出なさいよ、繋がってるからさ、あの広間とトンネルだけなるほど、まあなんかな、確かに横に置いてあった、ね、言われてみればそうでした、すみません、さんがね、はい、なんかでもなんかこれはでも本当いい加減にしろと思ったよね正直いやいやだってその お母さんが通り魔に殺されたからとか言って、うん、ね、何言ってんのお前と思って、いやそりゃショックかもしれんけどみたいな、昔の写真のバイク乗ってるニコニコお父さんってあれが塚本監督がなんかズラをかぶって、はい、うん、なんすよね、はい、いや全然分かんなかったなって、あれっちでも分かるよっていう人もいるから、うん、でもなんかあのね鉄道とか見てたらこっちからすると塚本監督の若い時は全然あんなんじゃなかったけどそうだよね、全然関係ないですけど秋山さん今日髪の毛赤く染めてきて、その頭に触った手で鼻に触ってるんで鼻がどんどん赤くなって手の先が真っ赤じゃん、大変だ、うん、もうやばいっすよ、すごいやばい、怪人になりつつさて、いやどうしようかな、でもそろそろ、はいはい、まあ、そんなこといろいろ言ってるうちにもういつもよりも時間が、でもお便りを、はい、お便りが多いからね、めっちゃいただいてるので、はい、そうですね、これはまあちょっとどうにかしましょうね、うん、お便り会はお便り会やるかね、うん、あれだったら、そうウルトラマンの時もそうでしたが本当にいっぱいいただいてるので、そうですね、お便り会ちょっと別でちょっとやっていきましょうね、これね、はい、うん、それこそ日曜ホークさんのところとかで紹介してもらっても俺んちで一人でお便りがっていう、ね、お便り本当にたくさん来てもありがとうございます、うん、すごくあのすごいためになるのも多い、言いたいことはよくわかりますし、うんうん、まあでもあの仮面ライダー、新仮面ライダーはちょっとそのなんていうかあのまだわからないです僕、うん、2度見たけど、あ、なんか、うん、うん、あの確かに瞬間風速的になんかね、ああっていうところはあるんですよ、うん、でやっぱりそれこそやっぱりこういう仮面ライダーがっていうのが一瞬一瞬あるんだよなって気がしていて、うんうん、でもなんかなっていうそれがね、うん、なんかでもほらなんかわかんないけど僕は、うん、あのウルトラマンはより、うん、新仮面ライダーの方があのそのなんていうのこう反射的に、はい、おかっこいいっていうところは多かった気がして、そういう気がします、うん、あのまあ、フェティッシュ度は高いんですよ、ね、こっちの方が、うん、だと思うんですけど、うん、まあ、僕の印象というか感想感じたところだとやっぱりそのフェティッシュに逃げすぎではないか、つまり仮面ライダーの本質は何かっていうことに関して、うん、多分悩ん安野さんも悩まれたんだと思うんですけど、それはなんか捉え損ねてるんじゃないのっ
ていう、まあそうだと、で結果としてフェティッシュに逃げてしまったと。でそのかっこいいのもあるんですけど、僕あのウルトラマンの時話したと思うんですけど、ウルトラマンのやっぱこのあのスペシウム光線で腕をカメラが追ってビヨってカットがあったじゃないですか、はいはい、あれは今でもすごい傑作カットだと思ってるんですけど、はい、あれに相当するようなもの驚きは今回なかったのかなっていう気もしてます、映像的にはね、うん、っていうことはちょっと思うな、うん、まあ、なんかライダーキックでさバーンと、うん、あの怪人を、はいはい、踏んづけて踏んづけてっていうか、そうそう、いやいや、だからレーダーキックで怪人を死産させるみたいな、うん、そういう描写があってもよかったんじゃないのっていう、確かにその破壊力がね、うんうん、その新しい描写はないじゃん、うんうん、全然そう、ね、思いました、うん、まあね、やっぱりちょっと考えちゃうんですよ、ほら空中にビブって飛び上がって、うん、ジャンプするとき必ず2回繰り返すじゃないですか、うん、ビビュッビビュッって、あれだから昔のだから、うん、そうそう、昔のままだと思うんだけど、うん、それもなって思って、うん、そうしね、そうじゃなくてできるのにって、まあだからそれはウルトラマンとかと近いやっぱフェティッシュの発音なんでしょうね、うん、やっぱそれこそエヴァでもトップを狙いでもライダーキックをやってきたけど、それをさらにアップデートしたかっこいいライダーキックを決めてくれると期待してたわけですよ、うん、やっぱそう、でもあれ昔のやつの方が好きだなっていうのが、でも今回は着地したら足の裏が血みどろになってた、まあそこはいいですけどね、いや、うん、最初の血みどろシーンはなんか本当にワクワクしたんですけど、うんうん、でも考えてみれば昔から確かにそういうブルータルなヒーローだったわけじゃないですか、仮面ライダーアマゾンなんて必殺技大切断ですよ、切断しちゃったみたいな、ね、うん、ことですか、まあいろいろ言いましたけど楽しみましたよ、うん、新仮面ライダー、ちょっと皆さんのお便りは今後追ってお便りを紹介していきたいと思いますよと、はい、いうことでいろいろ喋ってまいりましたけれども、ちょっとおまけコーナーをやってみましょう、おまけコーナー、もう出して大丈夫です、はい、はい、お願いします、おまけコーナー、おこれからの新を考えるこれからの新を考える、はい、はい、ね、ニャイダーマンが、ニャイダーマン、ニャイダーマン、ニャイダーマン、本当だ、それからライダーニャンかもしれない、ライダーニャンだ、はい、ね、なんとも言えない表情をしてますけども、確かに、気がつけば新ね、随分増えました、新ゴジラ、新ウルトラマン、新ライダー、そして新エヴァンゲリオン、すごいですよ、新ジャパンヒーローズユニバースっていうのが今できてるらしい、ね、はい、はい、これからこれどうすんだろう、どうすんだ、どうすんだ、ね、そう思ったんですか、まだいけんだろうと、はい、これでうちどうなんですか、実際にやりたがってるのってあるんですか、別にその映像作品としてどうこうって話はとんど聞かないですよね、ナウシカとか、ああそうそう、新ナウシカ、そうそう、多分そういう膨らみもあるのかなと思うんですけど、ちょっと僭越ながらちょっと今日企画をね提案していこうかなと思ってですね、新ユニコ、あ、新手塚もありますからね、うん、あ、手塚ね、でもそうだから庵野監督が好きそうで興味がありそうで、次、うん、いやこれどうすかっていうので、例えばまだ長い号触ってないでしょ、ああ確かに、はいはい、新デビルマン、デビルマン、それは、ね、まあ、あのこの間ねデビルマンネットフリでね、アニメーションをやってましたけど、はい、やっぱもっと原作シーンですから、うんうん、原作に寄せて、まあそれこそもうエヴァでもね、もう新デビルマン、デビルマン的な展開ありましたけど、はいはい、もういいんじゃない、まあ、これも原作そのままで、そのまんまで、はい、まあ、キューティーハニーつながりもありますから、ね、あるあるある、そうそう、長い号もう一回、でこれはやっぱ東映でね、あの実写化されたもうリベンジをここで進むちゃん大ショック要素も入れてみたいな、ね、入れて、そうそうそう、人面のとこ下りとかね、うん、3部作でやったらいいと思う、やばいですね、はい、新デビルマン、はい、新デビルマンやったら新バイオレンスジャックもやろうどっちもやるな関東地獄地震からもうねいいですね、あの相撲部屋相手にね大暴れとかね見たいですね、人犬とか出てくる、はい、そうそう、どんどん出てきますよ、放送禁止、はい、はい、で新バイオレンスジャックでしょ、はい、であとやっぱ東映で言ったら、まあ、これ新仁義なき戦い、いやそれはいや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 、あるでしょ、あるでしょ、はい、やっぱもう一回やろう、庵野監督がもう一回やろうみたいな、やっぱフカキンも好きじゃないですか今回だってエンドタイトル見てたら新仮面ライダーの、だってあのなぜか仁義なき戦いシリーズの劇中ポスター使用って書いてあって、どこに貼ってあったんだろうと思って、まだ確認してない、もう一回見に行く、あのなんか商店街のラーメン屋のところに貼ってあった、あ、そうなんだ、高崎の商店街、そうそう、はい、じゃあやっぱり新仁義なき戦い、はい、そして、はいはい、そしてあと、ゴジラで東宝、今回東映と仕事をしてます、はい、やっぱあの松竹松竹松竹のシリーズといえば
これもあんじゃん、これに近いやつ、うん、もうちょっと山田洋次の後目もついていきたいどうだこれ何でもやるね、はい、すごいな。あとやっぱその岡本喜八監督へリスペクトっていうことでそろそろやった方がいいんじゃないか、新日本の一番長いこの間あったよ、この間あったよ、この間でもやっぱそのこの間やったよ、あの人にはちょっと任しとけないでしょ、やっぱもう岡本喜八の、ねまあね、後目をついていくものとしてはです、うん、やばいね、新日本の一番長い日っていうところはあれですね、あのアントニオ猪木のベロ出し失神事件の日の映画とか なっちゃいそうですけどね、うん、こっちの第三次世界大戦が集結する日とかになるんですか。いやもうやっぱりそのもう昭和天皇のあもうですよ、やっぱもう昭和史に向き合ってほしい原作半藤和夫氏ね、はい、完全映画化、うん、あと東映もう一本いきましょう、はい、新幹線大爆破、バカ野郎バカ野郎いい加減にしろ、カタカナにしただけじゃねえかこれ俺ちゃんとあれですよ、夜中の2時にロゴを作ったんですからでこれ文字はよくできてる、ホークさんが書いたんですか。俺新は俺が習字したんですよこれ、ね、すごいすごい、新幹線大爆破みたいな、見たい、ね、見たい、これはこれ見たいでしょ、うんね、オールスターで見たいですね、からの、はい、原和夫監督もね、シン・ゴジラ出てらっしゃったですから、はい、やっぱ雪来てシン・ゴジラもうダジャレの世界じゃないかこれは、あとはダジャレやっぱドキュメンタリーにもだってほら、あの、うん、だって平野監督の制作とかされてたじゃないですか、うんうん、やっぱそろそろどうですかドキュメンタリーっていうのね、雪来てシン・ゴジラ、うん、あとやっぱりその、うん、もうね、やっぱその日本のやっぱりもうあの映画監督っていう中でもかなりトップクラスになってきてますから、そろそろやっぱりあれですね、世界に冠たるこの、作品を言ってみよう、行くぞ、どうだドン、おしんバカ野郎すごいですね、足し出すがこうワールド、どんどんやってってほしい、おしんじゃないんだよどうしようもないもんって思う、楽しいですよ、皆さんも考えてみてください、はい、シンなんとかね、ということでね、はい、皆さんもこれからのシンを考えてみてね、チャイナシンドロームが、ね、あ、いいね、いろいろありますから、言いませんでしたくだらない、はい、くだらないということでね、はい、と、はい、いうことで、こんなシンは嫌だっていうシンは嫌だコーナーでしたね、はい、ということでございました、はい、はい、失礼しました、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、ことでシンドラノリさん、やめなさい新宿純愛物語、あ、いいですね、東映ですね、カメラ通るということでございまして、ということで、はい、今日も長々とお付き合いいただき、本当長々とね、ありがとうございます、あの今日すごいあの大人数で、本当です、大人数で待っていただいて、にもかかわらずね、こんなですいませんね、で、あのチャンネル登録や、はい、いいねなどもぜひよろしくお願いしますというね、まあ、あのお便りはまた、お便りは、ね、またちょっとまたやりましょう、はい、お便り会を考えたいと思います、はい、我々もいろいろまた思い出しそうなこともありますんでね、うん、はい、ということでございまして、また来週は何するんですかね、はい、来週は何なまだ見て、何見て、来週あの、はい、あのニコ系、ニコ系やろうって話を、ニコ系でした、そうだ、あのあれはやんないの、あの来週じゃないか、まだあのダンジョン&ドラゴンやりたいんですけど、あ、まだ31公開だから、はいはい、来週はまだ やれない感じ で、その前にニコラス・ケイジのマッシブタレントってやつ、マッシブタレント、はいはいはい、にかっこつけて、あの、はい、私のニコ系っていうのを皆さんから、ね、私とニコ系、私とニコ系、私とニコ系、出会いから別れまで、出会いから別れまではそして再会、よりを戻すところまで含めて送っていただければと思う、はい、でもまだ見てないですけど、新ニコ系みたいな話なんですよね、まあ、新ニコ系、まあ、まあ、そうね、ニコ系ユニバースみたいな話、ね、ニコラス・ケイジについての映画っていうことでしょ、うんうん、まあ、でも最近のニコラス・ケイジ、ニコ系映画ってほぼ大体そうだからね、大体新ニコ系ですよ、新ニコ系、新ニコ系よくわからないよくわからないことになっちゃいましたが、はい、はい、ということでございますので、うん、はい、来週はおそらくニコラス・ケイジの話をするのと同時に、ちょっと今日のお便りの、うん、紹介をどっかでまたやりたいなという感じでございます、はい、はい、ということで、長々お付き合いいただいてありがとうございました、ありがとうございました、はい、はい、スパチャもなどもたくさんありがとうございます、はい、何はなくともチャンネル登録、そしていいねを、はい、よろしくお願いします。ブラックホールはまた来週もあります。ブラックホールは帰ってくる、帰ってくるということで、ね、ブラックホールウィルリターン、はい、ウィルリターン、はい、ということでございまして、はい、また来週お目にかかります、はい、それでは皆さんさよなら、また来週。